ラジオ伊集院光とラジオと11月5日木曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、 TBS アナウンサーの伊藤楓です。あ、そして、柴田理恵さんが舞台でお休みということで、今週も木曜日この方に助けてもらいます。おはようございます、2週間だけの木曜パートナー2代目柴田理恵、伊藤あさこです。よろしくお願いします。っていうかさ、やっぱさ馴染んでるよね。とんでもないです、ね、すごい馴染み方 でずっといる感じ。あの、ね、先週のエンディングにバラしましたけど、その雰囲気を出すことに必死の時間だったんです、先週が。あの馴染んでやろう、馴染んでる空気感です。ずっといる感を、めっちゃ緊張してる、ね、まとってやろうという、とんでもないです。伊藤の柴田さんの公演なんですけど、はいはい、すごいね、伊藤会で見てきたの。行ってきました、おととい。あの、後輩の喜入智弘、喜入行くぞっつって、喜入さんとお姉さんだね、行ってきたんですけど、はい、すごく良かったです。すごい感動しちゃって、うん、もう最後のエンディングは涙なしではもう、あっせー、はい、3時間あっという間でした。なんか聞いたら喜入君、喜入君の感想ははい伊藤先輩も僕と同じところで泣くんだっていう。なんか終わった後にいやいい舞台だったねって私言ったんですよ。そしたらキーレがよかった、僕と同じ感想で楓さんって言われて、あのね、違うと思って、なんかもう人間として違う宇宙人別の女の感じになるんですか。楓先輩は、楓先輩はおそらく泣かないんだろうなっていう。いやいやいやって、いや、めっちゃ泣いたよっつって、うん、怒りました私、綺麗に。何だと思ってる、私のこと人間だぞ。見どころっつってどこなの。でも柴田さんの役すごく良かったですよ。もう欠かせないで、柴田さんが自分でちょっと考えてるなんかフリーの演技の部分があるんですけど、うん、間にそこがね、なんだ、本当にそうなんです。もう柴田さんのもう独演会みたいなシーンがワンシーンあるんですけど、そこがまたね、うん、とっても面白いです。あのさ、困ったことでさ、柴田さんってさ、役の幅が広すぎてさ、俺、ね、我が本舗で柴田さんのフリー演技で、はい、西郷隆盛が女だったらっていうのを延々と見せられてるから、興味深い、そのタイトル興味深い。もうそれで腹抱えるぐらい笑うんだけど、そのイメージがあるから、そのフリー演技我がになっちゃう。めっちゃ違う。また西郷はやってないかな。西郷やってないですけど、でも会場の笑いはもうかっさらってました。笑い取るところなんですよ。はい、そうです、泣いて笑ってなんだ。そう、いやー、一応をですね、ご案内しとくと、はい、まあ、チケットの状況ちょっとわかんないんですけども、サンシャイン劇場東京公演が11月の8日で、今週の日曜日までですね、はい、それからその後北海道行ったりとか大阪行ったりとかするということなんで、うん、まだ全国で楽しみ、柴田さんのフリー演技で見に来たの。なのに最後泣かされるんです。そうです。わ、見たい。結構感情揺れ動きますよ。はい。多分僕も最後見た後に、あ、伊藤楓でも泣くんだって。あ、もう確かにそれちょっと思い出す可能性がありますよね。思い出すよね。絶対思い出すよ。楓で涙シーンが。俺と同じところで泣くんだって。あ、じゃあメッセージテーマいきますか。はい、はい、今週のメッセージテーマは朝からできる初体験の話。お、先週例題の時に、はい、伊藤あさこちゃんが、うんうん、ディズニーランドの初期の話をして、はいはい、ね、まだチケットで ABCDE のチケットで乗り物に乗る時代ですよね。パスポートじゃないんで、1日パスポートじゃないの、小冊子で。そう、うん、でどっちだっけ、いいかな、なんかそのスペースマウンテンとか花形の乗るチケットが1枚か2枚しかなくて、で結果 BC みたいなのが余ってくの。そうよ、こう、で余って持って帰っても別にすることはないんだけど。そうなんです、なんか思い出になって残るから、うん、できるだけ入ってこうっつってね。さっきだ、今思うときっとさ、スペースマウンテンとかで花形好きすぎて何度も乗っちゃう人が集中しないようには多少なってたんだと思うんだよね。はい、まあその E だけ買うとかはできた、確か後で買うも追加で買うもできたような気はするけど、ね、多分ディズニーからしたら地味だけどいいアトラクションに乗ってほしいみたいのも多分あったと思うのね、なんかね。
そうなんですよね。知らない人だらけよ。知らなかったですよ。あの、舞浜の駅なかったのよ、みたいな。そう、バスで、浦安、そう、浦安からバスがもう次々と出てんだけど、それが次々と満員みたいな頃もあったみたいな、ね。だからバスずっと待ってね。懐かしい。それに、それ見たいがために、浦安の駅前の、なんかスーパーでオリーブ売るバイトしました、ね。マジで今日もディズニー混んでいるっていう確認の謎の動機だよ。いけない、お金がないから自分はいけないけど、あ、今日も混んでるなと思って、オリーブいかがですか。まだオリーブをあんまり日本人に馴染みがない頃西洋の梅干しらしいっすよなんつって、みんながそこでオリーブ初体験をしていく。あ、それで言うとラジオネームニトロさんですが、はい、栃木県のニトロさん45歳です。ニトロさん、中学校の修学旅行の朝食で初めてピンクのグレープフルーツと遭遇しました。ピンクが黄色ですもんね、一般家庭って。そうですね。で、今週その黄色のグレープフルーツですら初めてだった時の、あのメールが来たんです、うんうん、はいはい、砂糖かけて食べてたでしょ。はい、食べてました、うん。で、あの、なんか、ほじくるスプーンがちゃんと、専用スプーンが、いちごスプーンみたいな感じで、グレープフルーツ。え、かえでさんの歳でわかる？わかります、ごめんなさい。おばあちゃんの家で、それで、おばあちゃんかい。おばあちゃん近い。下打ちしそうになったぜ。おばあちゃんとおじいちゃん扱いの俺ら。くそ。で、その後のこのピンクグレープフルーツ。はい、当時、普通のグレープフルーツはすでに知ってたし。知ってたし。え、僕も大好きでしたけど。はい。出てきたものがピンク、はい、ええ、僕たちが下した判断はこれはダメになってる。売れすぎ、売れすぎたと思っちゃった。そうなんだろうね。ああ、もう色変わっちゃってるわ。かわいい。あ、気持ちが悪い。確かに赤って、まああんまり食べ物臭い、あ、でもあるか、レタスとかもちょっと赤くなってきます、ね、なってくるじゃんか。ああ、ダメになってる。かわいい、ピンクグレープフルーツにはみな、みな手をつけませんでした。あさってからね、思ってから。よく考えれば、宿の人が修学旅行生クラス全員にダメになってるもん出すわけないと。いや、そうですよね。やっぱ見たことないものに対する、その中学生の判断は判断ああ、ダメになってるっていう。かわいいな。そうやって大人になるんですね。そうですよ、そうですよ、ね。さあ、ということで、あずさきお願いします、はい。メールアドレスは、ij@tbs.co.jp、ij@tbs.co.jp。ファックスは、03-5562-0954、03-5562-0954。また番組のホームページや、投稿フォーム、メール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマホ等からもご参加いただけます。はい。で、おはがき、封書の宛先は、はい、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ、伊集院光とラジオとメッセージの係までお願いします。メッセージをご紹介させていただいた方には、番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から、和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。急に思い出したんだけどさ、ディズニーランドで、はい、今も持ち込みの食べ物はダメ？ダメです。今もダメだよ、ね、外出ないとダメ、ね、で、それが全然浸透してないから、最初の頃っておにぎり持ってきて、あ、水筒とかね持ってきて、はい、あの入り口前でダッシュで食ってる人結構いたの、俺すっごい覚え持ってきたんだけど、どう、はい、ダメってみたいな、浸透してないのよ、はい、はい、そうだって知らないし、知らないから遊園地はそういうもんだって、そういうもんだと思ってるから、お弁当持ってくとこだから門の前のところで結構家族がダッシュでおにぎり食ってるっていうのそこなら食べていいって聞いたからあったんだよね。懐かしい。あ、すごいな。ディズニーだけでも初体験いっぱいそうだね、はい、そうです。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと、今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。ラジオお聞きの皆さん、突然ですが、ご契約中の自動車保険、毎年いくらお支払いでしょうか？ 32,740 円。こちらベンツにお乗りで60歳ゴールド免許20等級の方の保険料令なんです。事故対応もお任せください。事故故障のご連絡は24時間365日受付。知識豊富な専任担当者の迅速な対応で、自己対応満足度は 93%。 チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりはもちろん無料。 0120-455-572、 455-572 まで。さて、と何
いらっしゃいませ。今日からは冷蔵庫を開けたら崎陽軒。何何、チンするだけでいつでも横浜の味、冷蔵タイプ、美味しさ長持ちシリーズ。美味しいしうまい崎陽軒。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時40分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。秋の終わりから冬の初めの暖かく穏やかな晴れの日を小春日和と言いますが、実は欧米にも小春日和に似た天気を表す言葉があります。うん、例えばアメリカではインディアンサマー、うん、ロシアでは女の夏、かっこいい、そしてドイツなどではおばあちゃんの夏、どうしてよというそうです。なんでだおばあちゃんの、ロシアからドイツ行く間なんで年取ったんだろう。まずロシアの女の夏はこう女性のように柔らかな空気が流れているから女の夏というらしくて、でおばあちゃんの夏というのはこの蜘蛛の巣に日差しが差してこうキラキラしているのがおばあちゃんの髪の毛のようだということで、うん、すごいね。銀髪、そういう、はい、そういうことです。はい。説明されてなお。私の説明。でもさ、ずっと小春日和ってさ、今ではむしろそれがあるあるになってきたけど、割と春先のイメージ持って、間違って使って。はい。使ってますよね。多分。うん。で、それが違うんだよっていうのが今割とあるあるでなってきたから、はい、定着してきたけど、はい、おばあちゃんの夏の雑学は多分今日忘れると思う。忘れます、ごめんなさい。説明不足でしたね、私の。いや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 。夏を引きずるんですね。夏表現として、ね。あ、そうですね。まあ、そうだね。それはあると思います。秋冬じゃなくね、うん、春でもなく。そうなんですよ。だからそれは日本が割と四季をちゃんと区別するから、ちょっと暖かいのは春っていうスイッチよね。なるほど。はい。で、よそさんはもう暖かいんだから夏じゃんっていうことなのかな。夏か冬かってことか。そう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 。あ、ね、あ、じゃあそうか。面白い。はい。さて、小春日和が続くと季節外れの花が咲くことがあります。春に咲く花とこんな時期に出会えるなんてちょっと得した気分になれますよね。本物の自然な香りで心に小さな春をお届けします。日本行動のお線香語り部です。ラベンダー、白梅、桜、バラ、カーネーションの花の香りのラインナップ、いずれも煙少なく残りが爽やか。お線香は自然な香り、日本行動の語り部をどうぞ。日本行動からのお便りでした。さあ、皆さんからのお便りは朝からできる初体験の話ですが、はい、ラジオネーム元祖天風巻さん、57歳の方です。はい、私が小学校3年生、はい、1972年の頃の話です。はい、新しいものに目がない父親が初めて、はい、カップヌードルを買ってきました。だって71年発売ですもんね、カップヌードルの、あ、最初は。よく言うよね、なんか、はい、浅間山荘のニュースで機動隊が食べてるのを見て。その年ですよね、72年。そういうことか。はい。テレビで見たことはあっても実物を見るのは初めてで、私も妹も大興奮。うわ、当時カップヌードルは発泡スチロールの容器に入っていて、はい、付属のプラスチックのフォークで食べるのが売りでした。付属なんですね。なんかフォークで食べるって新しかった気がする。そうか、今あのフォークで食べない。箸もらうもんね、コンビニでもなんでもね。確かに。そうだ、お湯を入れてから3分間待つのが待ちきれずに、何度もしつこくまだまだと聞いて叱られた記憶があります。匂いするし、ね、妹が見て見てエビの赤ちゃんが入ってる、わかる、一個と言ったのが今でも忘れられません。エビの赤ちゃん、ちっちゃいから爪ぐらいの親指ね、未だにいるよね、あのエビ、ね、います、ね、います、多分あれで大人なんだろうな、あいつにしてみたら。あいつは一回乾燥してるから。で、俺すげえ覚えてるのが、カップヌードルを当時その3分待つっていう、うちの親父すっごい真面目で、そう、家にストップウォッチなんかないじゃん、はい、その3分きっちりじゃなきゃダメだっていう感じなの、うちの親父。真面目に、はい、で普通の時計の何つったのかな、5分だったら5分、10分だったら10分、ちょうどのその秒針の瞬間にお湯を入れたいの、うちの味。なるほど。ちょうどその秒針が3回待ったところで、はいっつって食べたいの、うちの味。うわ、素敵。そんなに豊かな3分あります？いや、2分50秒で怒られるんだよ。で、怒られてるうちに3分過ぎんだよな。確かに。3分って書いてあるものは3分で食べろっつって、
すごい怒られたの覚えてるな。だからやっぱ3分ってそこそこの時間だから、うん、しばらくしてからあのクイックワンとかいうなんか1分でできる、あった1分ジュリータイガースさんかなんかが、すごい覚えてんねさよなら僕のクイックワンっていう、はい、そこをね、ありましたよね、あったあった、なんか1分で食べられるっつって、そうそう、今は ないですよね、結構、うん、3分より早く2分で食べられるのが出て1分で食べられるのが出たけど、はい、今からは別にいいだろそれぐらいって話なんだけど結果、ね、3分にも戻るっていうか普通になりましたよね、またね、初めてだからもう3分10秒経ったらダメになると思ってたから、ね、そう一生懸命食べてます、面白いな、初体験の話いろいろ送ってください、はい、星雲それは君が見た光、爽やかにしなやかに強く生きよう、青い雲の下で。お線香は煙の少ない星雲バイオレット、日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。レモンサコと山本周さんです。今年もやりますよ、厚生労働省主催レッドリボンライブ、今回は全て配信でお送りします、誰でも参加できるよ、そこでウェビナーとしてレッドリボンライブに参加していただけるあなたのお申し込み待ってます、詳しくはレッドリボンライブ .net を検索。時刻は8時46分、続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は新しい西新宿の働き方なるほど月間の開催のご案内とベビーシッター募集セミナーについてお知らせします。はじめは新しい西新宿の働き方なるほど月間の開催についてお知らせします。東京都は西新宿で働く人々が抱える仕事、余暇、混雑などの課題の解決につながるサービスが体験できるイベントを今日から30日月曜日まで開催します。会場は16日月曜日までが京王プラザホテル、17日火曜日から30日までは新宿パークタワーで、時間は午前10時から午後7時までの予定です。会場では在宅勤務の困難を解決する VR リモート会議システム、ストレスを発散する 4K デジタルアートの鑑賞体験、ランチタイムの混雑を解決するランチ混雑レーダー、健康面への不安を解決するウェアラブル体調管理デバイスなど、西新宿エリアで働く人々の課題を解決するサービスが体験できます。参加費は無料で事前の応募は必要ありません。土曜日曜祝日は開催しません。詳しくは戦略政策情報推進本部次世代通信推進担当課、電話0353206271、0353206271番までどうぞ。次にベビーシッター募集セミナーのお知らせです。待機児童の解消に向け多様な保育サービスの整備を進めている東京都はベビーシッター募集セミナーを開催します。日時は12月12日土曜日の午後1時から5時までで、会場は渋谷駅から歩いて3分の TKP ガーデンシティ渋谷です。当日は現役のベビーシッターなどによる3つの講演と事業者による就職相談会を行います。就職相談会では事業者ごとにブースを設け、1日で複数のベビーシッター事業者の説明を聞くことができます。保育士の資格をお持ちの方やベビーシッターの経験がある方はもちろん、保育の経験がない方もご参加いただけます。参加を希望される方は全国保育サービス協会のホームページにて12月9日水曜日までにお申し込みください。参加費は無料です。詳しくは全国保育サービス協会、電話0353637455、0353637455番までどうぞ。おしまいのお知らせです。今年は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行の可能性があり、早めの対応が必要です。
2つの感染症は発熱などの症状が類似していることから、症状だけで見分けることが難しく検査が必要です。発熱患者が相次ぐと医療現場が混乱し、院内感染のリスクも高まります。これまで実施してきた手洗いの徹底やマスクの着用、人との距離を保つなどの感染予防策はインフルエンザ対策にも効果的です。またインフルエンザの重症化の予防にワクチンの接種は有効です。流行前に予防接種を受けましょう。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページにてご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。ご存知ですか？筋肉のおよそ 70% は下半身についていると言われています。遠くまで歩くのが億劫、歩いていて人に抜かれることが多い気がするという方、これからは歩く力を維持していくことが大切です。おすすめは再瞬間製薬所の歩みのゼリー、根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特報ではなく機能性表示食品です。これからもしっかり歩きたいというあなたのための食べやすいゼリーです。歩みのゼリー、根の力。まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは 0120-777-444 777-444最瞬間製薬所まで。川口技研。階段での転落、大きな怪我につながるので怖いですよね。足元の見分けにくい階段でもコントラストでくっきり、白いスベラーズが登場しました。皆様の暮らしをもっと楽しく快適に、川口技研のスベラーズです。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。時刻は8時52分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、おはようございます。はい、おはようございます。一般道は神奈川県内、横浜市瀬谷区の中原街道の上りは二ツ橋小学校入り口交差点付近、乗用車とオートバイの事故のため1キロ。また横須賀市の国道16号の上りは田浦郵便局前、こちらも事故のため1車線が規制されています。埼玉の国道17号熊谷バイパスの下りは熊谷市小泉付近でも事故のため500メートル。都内は目白通りの上り練馬区矢原一丁目付近、事故のため左車線が通れず流れが悪くなっています。警視庁から以上です。桜井園子さんでした。この次は9時21分頃お伝えします。事業を始めて3年、大きくしたいけどお金貸してくれないと思うんだよな。実績って言われてもこれからだし、どうすりゃいいの？それでも大丈夫。本当に？創業の方応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック車検のコバック。玄関にはインターホン、安心だなインターホン、パノラマワイドだからよく見える、ほぼ真横まで見える液晶モニターで一層の安心も。リフォームは玄関の安心から、ぜひ。ピンポンはアイコン。伊集院光とラジオと、この後9時からは最新ニュースや気になるニュースを解説、伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からは自由律俳句を楽しむフォーサイト三等歌と、9時半頃からはプレゼント。今日はこの秋に行きたい南東北の休暇村プレゼン対決。10時過ぎからは包丁専門店タワーナイブズ社長のビヨンハイバーグさんが登場。10時40分頃からは伊集院光とラジオと来週のメッセージテーマとをお送りします。
いやなんか伊藤楓と俺の間にはジェネレーションが結構空いてるんだけど、あるはずね。だけど伊藤あさこちゃんとちょっと近めのとこがあるじゃないですか。だいぶ近づくじゃないですか。はい。でもカップラーメンの初めての話ずっとしてて俺は面白い。尽きないですよ本当に。販売機があるのね。それはお湯の出る販売機で、はい、一旦ボタンを押すとゴロンって出てきて、うん、パッケージ開けて、うん、はい、半分蓋めくってそうです。もう一回戻してボタンを押すとお湯が入る。でもそのめくりが弱いとそのめくったところにお湯がビシャーっていっちゃったりとかするから跳ねちゃうんですよ。ほらこんな話せんのすごい。どうでもいいが。これで販売機の引き出しの中に、さっき言ったフォークがいっぱい入ってる。プラスチックのちっちゃいやつね。はずなんだけど、これが誰かがごっそり持ってっちゃって。全部か補充してないのか、なんか、辛くない。食べる寸前にないことがわかんない。俺木の枝を折ってたから。いや素晴らしいよ原始時代っっ私は横の自動販売機に入ってたストロー、ストローがそのフォークみたいに入ってるところあるから、そうそうそう、そのストローを半分に折ってお箸みたいにして、そうすると今度ストローがなくて次のやつがまた困るんだよね。で次のやつがストローないから何かの茎で吸ったりとかするじゃん。三つ葉みたいな、ね、何か空洞なのなんか空洞なので、ね、はい、もう何だろう、タンポポね。さあそんな中ラジオネームレバノンワインさん、ワインさん、49歳まだ近いとこ来ましたよ。我々の近いとこ来ましたね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。私の初体験の話。水。水？35年ぐらい前、私が高校生の頃、突然駅の自動販売機で水が売られるようになりました。確か大清水とかあったな。大清水、はい、今もあるか、はい、なんとかの大清水みたいな、はいはいはい、そのもの珍しさに買って飲みましたが、当時の感想、水じゃん。そうなんですよ、わかんないです。水の違いって考えたこともなかったから、ね、うんうん、今じゃ普通にペットボトルの水毎日飲んでますよ。なんだかいつの間にか慣れちゃいましたね、はい、そうで水道水をみんなガブガブ飲んでて、はい、そう普通に飲んでましたよ。だってさ、その日本の誇りは海外は水道水飲めないけど、日本はもう水道水をガブガブ飲めるっていう、うん、そうだったから、はい、販売機に水売ってんのって誰が買うんだって俺最初言ってましたよね。みんな口にしてましたよ。誰が買う、お茶、お茶もそうですけど、お茶もそうよ。なんで買うんだって、家で甘くもないシュワシュワもしないやつをなんで買うんだよって思ったら、はい、超飲んでるよ今はい、ガブガブ飲んでる。キャップしまって便利なんつって、そう当たり前でしょ。別に水当たり前ですね。買っても驚かんからね。それからラジオネーム羊の毛刈りさん44歳、はい、私の初体験、初めてノートパソコンを買った。はぁ、そんな感じお二人の反応が、ね、同じすぎて、この方ちゃんと機種名書いてて、最初に買ったのはソニーのバイオでした。あ、かっこよかったんですよ。あと色とかが可愛いのとかも多くて、みんな黒だったのに、うん、ソニーのバイオはちょっとね、紫みたいな、メタリックの紫みたいな、はい、ピンクとか赤とかなんか色鮮やかだったんですよね。ありました。で、今考えるとかなり重いパソコンをわざわざ外に持ち出して公衆ケーブルにつないでピーピーガーガー言いながら初めてメールの受信なんかをしました。速度もめちゃくちゃ遅いし、動画なんて考えられないっていう速度でしたが、それはそれは感動しました。今数秒で動画降りてくるじゃん。そうですね、それすらもう遅いみたいになってきて、どんどん早くなってるよね今ね、うんはい、俺が最初パソコンであのインターネットを見た頃は、いわゆる普通の写真一枚ですらゆっくり、はい、ゆっくり見えてくる。ネタバラシぐらいのスピードですよね。そう、もうすぐには誰かは教えないけど、でどういう写真をダウンロードしてたかは教えませんけどもだんだんこう、足から見えてって、まずそっかそっか、水着着てるのかこれみたいなことがすごい時間経ってから判明するみたいなのが、下からの方がでもいいですね、上からよりどっちかでもそあのジリジリはあったのと、今僕すぐ横に置いてるパソコンで結構大きくて、これ1キロぐらいなんですけど、僕最初買ったノートパソコン持ち歩きできるってやつ3キロ2.9キロ。あ、でも私もそうかもしれない。大きさもちょっと大きかったし、そうそう、あの分厚かったし、はい、それこそバイオ買いましたもん私。あれ持ち歩いたら技術じゃなくてガッツでしたからねわかりますわかります。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。9時です。
伊集院光とラジオとニュースと、この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの伊藤楓です。おはようございます、今週のみ僕がパートナー伊藤麻子です。なんで片言になったの。今週のみ伊藤麻子です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュース、南波雅俊アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。今朝は6本のニュースです。開票が進むアメリカ大統領選挙は、共和党のトランプ大統領と民主党のバイデン候補が大接戦となっていますが、先ほど選挙人16を抱える中西部のミシガン州について、主要メディアが相次いで民主党のバイデン候補の勝利確実と報道しました。獲得選挙人は264人となり、残る4州のうち1州でも勝利が確実になれば大統領への当選が確実になります。アメリカのトランプ大統領は現地時間の深夜、支持者を前に、私が知る限り我々はすでに勝利していると、ペンシルベニアなど激戦州で大きくリードしているとして一方的に勝利宣言をしました。バイデン氏は郵便投票などすべての票が数えられるまで終わらないとしましたが、トランプ氏は我々は最高裁に行きすべての票を停止するよう求めると、投票日より後に到着した郵便投票を集計する州があることに不満を示し、法廷闘争に持ち込む意向を示しました。台湾との関係を深めるアメリカと中国の緊張関係が続く中、アメリカ国務省は3日、台湾に対し、アメリカ製無人機4機の売却を承認したと発表しました。これに対し、中国外務省報道官は4日、記者会見で強く反発。台湾への武器売却をめぐり、中国は先月もロッキードマーチン社などへの制裁を発表していますが、情勢の変化に基づいて正当かつ必要な反応をすると新たな対抗措置を示唆しました。国会では衆議院予算委員会が開かれ、野党側は日本学術会議の会員任命問題について、菅総理の独自の判断、自由裁量だったのではないかと追及しました。菅総理は内閣法制局の了解を得ていると、これまでの国会答弁を繰り返したほか、政府の法案に反対しているからとか、特定の分野の研究者ということで任命を判断したわけではないと反論しました。サッカー J1 柏レイソルは昨日、新たに選手2人とスタッフ8人の合わせて10人が新型コロナウイルスの PCR 検査で陽性だったと発表しました。クラブではすでにネルシーニョ監督を含む3人の感染が判明しています。 J リーグは今週土曜日に東京国立競技場で開催予定だった YBC ルヴァンカップ決勝のレイソル対 FC 東京の延期を決めました。代替日は決まっていません。国土交通省はマスクを着用していない客の乗車を拒否できると定めたタクシー事業者の運送約款を認可しました。新型コロナウイルス感染症対策として東京都内の10の事業者が約款の変更を申請していました。昨日から運用が可能となり、今後全国に広がる可能性があります。ニュースをお伝えしました。南波雅俊アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。11月8日日曜日お昼の1時から、おかげさまで5回目を迎えます秋の開業セミナーを開催します。今年は YouTube による生配信での開催です。第1部は諏訪中央病院名誉院長で作家の鎌田稔先生のセミナーです。そして第2部は歌手松坂優希さんのステージ、UU ワイドが出張して楽しく盛り上げます。さらに松阪牛をはじめ豪華なプレゼントが当たる大抽選会もあります。この秋の開業セミナーをご覧になるにはお申し込みが必要です。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧になってください。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説は時事通信社元解説委員長で帝京大学教授軽部健介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
やっぱりまあいろんなポイントあると思うんですが、はい、アメリカ大統領選の説明をぜひとも、はい、今のところバイデン候補が選挙人で争うので、はい、264取ったと、はい、で過半数にあと6に迫っているんですね、はい、で270を選挙人を取れば過半数を抑えるということで、はい、なんですけれども、今トランプ陣営はいろんな州、ミシガンとかウィスコンシンとかで、まあ開票のストップとか数え直しとかさまざまな訴訟を起こしているようです、うんうん、でこれがどうなっていくのかというようなことで選挙結果の行方にも影響を与えるんですけれども、まあ、今のところこのネバダの開票が進めば、まあ、どうも明日の未明ぐらいになりそうなんですけれども、まあ、ネバダで、これはネバダ州というのは非常に民主党が従来強い州なので、バイデンが勝てば270に届いて、バイデン大統領を確定ということになるのですが、まあさあどうなりますかということで、まだ予断は許さない方がいいんだろうなと思います。ただ、やはりこれ、ミシガン州、実は民主党が抑えたというのは非常に大きくてですね、はい、ミシガンで落としていたら、多分トランプそのまま、他の州ペンシルベニアとかどうも、まあ、トランプの方が優勢のようですので、そのまま突っ走ってしまうかなと思ってたんですけれども、ミシガンを民主党が抑えたということなんですね。で、まあ、私の友人の一人に、まあ、東京在住なんですけどミシガン州出身の友人がいて、はい、彼がさっきどうなってんのってメールを送ったら、ミシガンダーズって言うんですね。ミシガン州の人たちのことをミシガンダーズって言うんですけど、ミシガンダーズが世界を救ったっていう返事が来ましたね。まあでもやっぱり、まあ、前回のそのヒラリー・クリントン対トランプの時には、はい、やっぱり僕らが聞いたのはまあヒラリー有利ですよ、だけども大逆転でトランプの件があったので、はい、今回割とどっちが勝つを断言してる人はすごい少なかったと思うんですけど、それにしてもまあバイデンだろうで、少なくともいろんな調査会社の予測も、はい、割と余裕ありめで、うん、そのギリギリではなくバイデンなんじゃないかって言ってるのが、ね、今ここまでの状態になってるのは、うん、特にですね、はい、フロリダ、オハイオというこういう選挙人の数が多いところで世論調査間違ってるんですね今回も、うん、で他のところはまあ合うところっていうところが多いんですけれども、やっぱりそのフロリダっていう29人も選挙人がいるところで間違っちゃいけないんだろうと思うんですが、うん、まあこれはなかなか様々、4年前も同じようなことがありましたので、調査会社もいろんな工夫をしているようなんですけれども、うん、補正をかけたりしているようなんですけど、それでも間違っちゃったということで、うん、まあフロリダを共和党が抑えたっていうのは今回ちょっと意外だった、しかも大差をつけて抑えたというのは意外だったんですけれども、うん、まあ、世論調査は全く逆のことを言っていたの でただ、まあ、先ほど申しましたようにアリゾナとかですね、はい、まだ確定していないところ、ただこれも、もう民主党が取ることは間違いなさそうなんですけれども、うん、こういうところはもともと共和党が強かったところ、うん、でこれアリゾナ州というのはジョン・マケインさんといって非常にアメリカで人気のある政治家、これ共和党の方なんですけれども、穏健派ですけれども、その亡くなっちゃったんですが、その彼の出身地でもともと共和党地盤、ここを民主党が抑えたとか、まあ、割とちょっと地殻変動は進んでるのかなっていう感じもしますね。でこのトランプさん明らかに勢い増したわけですよね、これ。その通りですね。ギリギリから投票日当日にかけてというか、はい、これはどうしてですか。トランプさんがコロナにかかって、でわずか3日でしたか、退院をもう強行するような形で退院をしてきて、うん、で全米を飛び回って、特に激戦州を飛び回ったんですね。でやはり自分が弱いところっていうのは分かりますから、そこを回ったんだと思うんです。でもう一つはですね、これなるほどと思ったんですけれども、これ CNN なんですけれども、の出口調査をやる、その出口調査であなたは何を重視してどっちの候補に入れたんですかという、うん、そういうことを聞いたんですね、うん、そうすると1位は経済だったんですね、うん、これが大体3分の1ぐらい、うん、それから2位が人種差別問題、うん、これが大体まあ 20% 弱ぐらい、うん、で3位がようやくコロナなんです、うん、でつまりアメリカ国民、これもちろんAP通信なんかは逆でコロナの方が優位だったという統計を出してるんですけれども、まあ要するにそのコロナが重要だというバイデン陣営の戦略はちょっと外れたのかもしれないと、うん、つまりアメリカ国民はやはり経済の再開、まあ、コロナで傷んじゃった経済をどうにかしてくれというような声の方が大きかったんではないかと、う
いうような、こう分析ができますね。で、もう一つはそのバイデン陣営の方逆、まあトランプさんが巻き返してきたっていうのもあるんですけど、トランプ陣、あの、バイデン陣営が、まあ最後あんまり動かなかったんですよ。はい、はい。最後の最後で、まあ、あの、遊説しましたけれども、その前の時、あ、週あたりは結構、なんて言うんでしょう、じっとしてたんですね。うん、で、ニューヨークタイムズ、これはあの、うん、まあ民主党系の寄りの記事が多いと批判されることが多いんですけども、まあそのニューヨークタイムズがこのままではヒラリーと同じになっちゃうぞという批判のトーンで、うん、記事を出したんですね、うん、でそれが10月末だったんですけれども、でなんでバイデンさんが動かなかったかというと、一つはもう77歳というご高齢だと、でコロナに感染したらどうするんだという、うん、そういうその陣営内部の声があったというんですけれども、うん、まあ最後はあの出て行って、トランプさんのような大規模集会ではなかったんですけれども、まあ、車を集めてクラクション鳴らせたり、そういうふうなあの集会でやりましたよね。あとなんか思うんですけどね、まあ、コロナは危ないんだからっていう、その論点でバイデンさんは攻めるとなると、出て行きづらいじゃないですか。そうです。表で出て行きづらくて。で、トランプさんはコロナなんか恐るに足らないんだっていうことだと、出て行けるじゃないですか。はい、それと、なんでしょうね、もちろん冷静に判断するのがいいんですけれども、あの、そうあってほしいのは、コロナなんて取るに足らない病気であって、ってほしいっていう意識は、うんうん、おそらくどこの国の人もあると思うんですね。そうですね。で、それが思った以上に、うん、やっぱりトランプさんの言ってることに惹かれちゃうのかな、とは僕は思いました、ね。やっぱりあの、トランプさんって一種エンターテイナー的なところがあるんで、うんうんうん、あの、彼が出て行って、あの、演説をあのフルで聞いた人によると脈絡もないと、うん、民主党の批判をしたかと思えば、自分の自慢をしたりですね、脈絡はないんだと。それから、理念を語るわけでもないんだと。だけども人を引きつけるぞと。いうようなことを言ってたんですね。で、やっぱりそういう一種、まあ、なんて言うんでしょう。タレント、そういうタレントがあるんでしょう。うん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 、で、バイデンさんというのは非常に地味な方ですよね。副大統領を務め、その前は上院議員でって。で、おそらく、共和党の大、あ、ごめんなさい、民主党の大統領候補にならなければ、全米の中でも知らない人がいるんだろうなというような感じですから、そこはちょっと差がついちゃったのかもしれませんね。で、まあ、あの、今の現状で言うと、まあ、ペンシルベニア、ジョージア、ノースカロライナ、ネバダ、はい、この結果をまあ待つしかないんですけど、はい、待つと、まあ、どこでも一箇所、バイデンが取れば、はい、まあ、これはその、当選か、当確が出る。そうですね。あの、おそらくネバダが一番可能性が高いんだと思うんですけれども、うん、この6人で足して270で過半数達すると、うん。はい。で、実は昨日、あの、の、現地時間ですけれども、11月4日、選挙の翌日の午前2時過ぎにトランプが記者会見をして、はい。で、私たちは勝利したんだという事実上の勝利宣言をしたんです。はい、はい。で、その時に面白かったのは、あの、たまたま CNN を見ていたんですけれども、CNN が即座に、あの、ブレイキングニュースといって、はい、まあ、日本で言えば、あの、速報ですよね、はい。を出して、まだ勝者は決まっていませんという、うん、そのブレイキングニュースを出したんですね。やっぱりこれは、あの、はなから予想してたんでしょう。で、今回実は予想が当たってるんです。つまり、予想が当たってるという意味は、世論調査ということではなくて、シナリオ的にですね、おそらくトランプは、こういう、ペンシルベニアとかオハイオで勝つだろうと。うん、あの、一般投票で勝つだろうと。それは郵便投票を入れない分で勝つだろうと。うんうん、そうしたら早い段階で勝利宣言するだろうと。うん、で、投票、あの、開票差し止めの訴訟を起こすだろうと。いう、うん、これは前から実は言われていたことです、うんうんうん。あ、このシナリオ通りになってるんだと。いう気はしますね。あの、一番予想しやすかったのは、バイデンが多少有利で、この始まった選挙、とにかくトランプさんはどうあってもごねるだろうなっていうのは、まあ、ところにか、どっちが勝つかによって、一番予想しやすかったのはトランプさんかなりごねてくるっていうことと、うん、まあ、最終的にはこれだって裁判するわけです、ね。あの、裁判に持ち込みたい、持ち込むんでしょう、うん。で、まあ、今後どうなるかというのはちょっと予断を許さないところなんですけれども、裁判で、最終的に例えばその開票差し止めの訴えが棄却されれば、うん、それはもう共和党側に残されている手段は、うん、あまり多くはない、うん、ただこれあの選挙人制度という独特の制度なんですね、アメリカは、はいはいはい、で実は4年前にあのトランプ大統領が就任するとき、これもヒラリー・クリントンさんとの間で猛烈なその選挙戦をやってトランプが勝った、うん、ところがトランプさんは当時から共和党の中では異端だったんですね、うん、で共和党 の, その選挙人というのはまあ地元の名士とかがなることが多いんですけれども、まあ、その中でトランプさんに入れない人が出てきたんです。つまり
裏、4年後、今、もう今回272選挙人の数が届いたとしても、仮に、そのバイデンさんに入れない選挙人が出てくるとかですね。ほうほうほうなってきたらまた混乱に拍車がかかるということになるんですね。あの、単純に素朴な疑問なんですけどね。はい、その、例えば時差のある国で、片やそのトランプさんは勝利宣言を勝手にしてるけど、うん、片やまだ締め切ってませんよとか、はい、その郵便の到着のその有効性みたいのが、うん期限が少し違ったりとか、はい、あの、なんでそんなに、複雑かつ、それはあのバラバラなルールなんですか？あの、アメリカの歴史を多分それ、歴史が随分関係してると思うんですけど、やはり州単位なんです。はい、つまり、はい、独立13州というぐらいで、アメリカが独立したんじゃなくて、13州が独立して、あの、が、連合国を作って、使って、はい。要するに州の力が非常に強いんです。うん、で、規則が州でバラバラなんですね、うん。で、例えば選挙人の選び方にしても、うん、ウィナーテクソールって言うんですけど、全部取る。ところが、どこかメイン州だったかな、うん、どこかは全然違う方式を取るとかですね。あの、州ごとでかなり制度が違うんです。それは州法によって決まると。だから今回、あの、まあ、それはあの、今度選挙に、あ、ごめんなさい、あの、裁判になっていくと、今度提訴したのは、何々州の開票について異議ありというふうなことを共和党側は言っています。つまりそれは州法に基づく、その制度に対しての異議の申し立てですから、それを、まあ、連邦裁判所がどう裁くのか。で、この連邦裁判所が最終的に地裁、高裁と上がっていって最高裁になるんですけれども、うん、あの、トランプさんが、バレットさんという判事を新しく押し込んだ形なんですね、はい。で、本当は選挙の年にはもうやらないんです、最高裁判事は。で、ところがこれを押し込んだ。なぜかというと、その最高裁での法廷闘争になるというのを見越してだという解説が多いんですけれども、うん、前も申し上げたんですけれども、最高裁はそれほど甘くないだろうなと。やはり、共和党の今、判事が、今6対3になってしまいました。9人の判事のうち。はい、そうすると、この6人がみんなトランプさんを支持するかといえばですね、どうだろうなと。これはちょっとよく見てみないとわからないなっていう気がしますね。それは、田辺さんずっとおっしゃってる、その、まあ、保守系の判事ね、はい、まあ、今まで5対4だったのが、6対3にしかも滑り込みでなりましたっていう時に、じゃあ、それが保守系、まあ、トランプさんに有利にみんな投票するのか、まあまあ、判決を下すのかっていうと、そことは別の正義感の軸とか公平感の軸で動いてるっていう人は、いますという。ええ、ただもう一つ、申し上げたいのは、その最高裁の決定がどうなるにせよ、やはり、アメリカがこれだけ社会が分断してしまった、深い傷が負ってしまった、うん、これを癒すには、おそらくバイデンさんの圧勝ということしかなかったんだと思います。シナリオ的には。だけどそれができなかった。ということは、社会の分断っていうのは多分進むと。で、ワシントンポストの、その、選挙翌日の朝の朝刊の一面の頭は、アネーションディバイデッド、つまり国が分断されたぞと。いうような、その非常にきつい見出しだったようですね。だから、やはり今回、あの選挙で、終われば、その両党の和解が進むんじゃないかっていうのは、多分甘い幻想だろうなと思いますね。これ、結果っていつまでもつれ込むの？ですね、あの一番最長のシナリオは年明けでしょうね。そんなですね。あの、一番長ければですね。まあそうですよね。その裁判あって、裁判あって、なんとかあってっていう、あの、最終的には、あの、下院の、いろんなシナリオがありますけれども、最終的には下院の決定にもつれ込む可能性がゼロではないということ。いや、本当は早めにその新しい大統領と日本という話を したいし、聞かせてもらいたいんですが、まあ今のところはこんな状況ですね。はい、軽部さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、賢人の緑茶をどうぞ。賢人の緑茶は難消化性デキストリンが食後の血糖値と中性脂肪の上昇を穏やかにするとともに、GABA が血圧が高めの方に適した機能があると報告されている機能性表示食品。あなたの毎日にオリヒロ賢人の緑茶。伊集院光とラジオとニュースと、この時間はオリヒロ他各社の提供でお送りしました。ここで中央事務所より消費者金融などを利用した経験のある皆様へお知らせです。実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。本日はその勘違いについてお伝えします。まず、過払い金の対象となるカード会社の範囲です。
消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなどもその対象です。また現在返済中の方も対象です。その他にも利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いようですが、昨年のお客様の過払い金は平均で100万円を超えています。次に手続きをするとブラックリストに載ってしまって、すべてのパターンでクレジットカードが使えなくなると勘違いしている人も多いみたいですが、実は完済後なら影響はありません。また利用時のカードや書類が必要と勘違いしている方も多いようですが、実は一切必要なく記憶が曖昧でも大丈夫です。このような勘違いから未だに過払い金を受け取っていない方が多いです。キャッシング経験のある方はお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。0120-10-10-10-10-10。時刻は9時21分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、おはようございます。はい、おはようございます。お伝えします。今朝は関東各地で今シーズン一番の冷え込みになりました。最低気温はほとんどの地点で10度以下、関東北部や内陸部では5度を下回ったところも多かったんですね。そんな中、栃木県の宇都宮では初霜の観測がありました。平年よりも3日遅い観測ということです。昨日は東京都心でも木枯らし1号が吹いたということで、少しずつ冬が近づいています。ただ今日日中は関東各地で穏やかに晴れて、最高気温は20度くらいまで上がりそうです。昼間日差しの下では快適に過ごすことができるでしょう。また今日は雨が降ることはありませんので、洗濯物を安心して外に干すことができそうです。ここまで天気予報をお伝えしました。気象予報士の石上沙織さんでした。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。花さん、今週のゲストは僕が言えばいいんですか。はい、お願いします。 OK 牧場、具志堅用高さんです。 OK 牧場はガッツさんのギャグですね。9時台常連さんはえのきの一郎さん。ナイツの土曜ワイドは今週も朝9時から生放送。時刻は9時22分です。ここでピックルスコーポレーションがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、東名高速の上りは首都高速の渋谷を先頭に12キロ、通過には45分。中央道の上りは首都高速の永福を先頭に9キロ間、通過には40分かかっています。一般道は神奈川県内、中原街道の上りは横浜市瀬谷区二つ橋小学校入り口交差点では事故の処理が続いて1キロ半。また国道16号は横浜市金沢区東富岡交差点付近、乗用車同士の事故のため片側交互通行が行われています。横須賀に向けて1キロ近い渋滞です。都内は目白通りの上り、練馬区八原一丁目付近では事故の処理が続いて左車線が通れず流れが悪くなっています。また八王子バイパスの外回りは先ほどまで事故の処理が行われて影響が残って、佐乳橋で4キロ半、1時間30分です。警視庁から以上です。桜井園子さんでした。この次は9時52分頃お伝えします。ご飯が進む、ご飯が進む、ご飯が進むよ進むくん、ご飯が進む。野菜の元気をお届けします。ピックルスコーポレーション。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、今日は制御機器電気材料の日、工場の味方モノタロウに検索。ここで過払い金の無料診断、中央事務所に送られた70代女性の方からの感想をご紹介。私はデパートのカードでキャッシングをしました。
過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと無料診断に電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このように借金経験のある方は高額な過払い金が戻ってくるかも。今すぐ無料診断ダイヤルへ。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。あなたの過払い金を5分で無料診断。0120-10-10-10-10-10-10。ストップ。電話で詐欺。もしもし。あ、俺俺。電話で詐欺は電話で対策。自動録音着信拒否。留守番電話設定に。対策いろいろあるんです。電話で詐欺は電話で対策。千葉県民、家の電話機確認だ。キュ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 と気が安いスマイル。お任せください。キュートーキーフリーダイヤル699の999。キュートーキーはスマイル。キュートーキーはスマイル。フリーダイヤル699の999。高校2年佐藤翔。最近の悩みはSNS でおかんにフォローされたことです。気軽につぶやけねー。君の放課後が動き出す。放課後カルピス by カルピスウォーター。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくはTBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオと放送と三等価と、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオと放送と三等価と、時刻は9時27分です。今週もリスナーの皆さんの自由な俳句、自由律俳句を味わっていきます。はい。松竹梅3種類のコーナー専用ステッカープレゼント中です。放送で読まれた国は、松を、はい、そして採用候補に残した国は竹を、で、すべての、投稿の中抽選で梅を差し上げています。はい。これの関係者ももらえないっていう。欲しかったら投稿しろって言われてる。柴田さんも俺らも持ってないっていう、ステッカーでも、はい、出さなきゃ。はい。さあ、今日の一句目。東京都ラジオネーム米子さん。もちろん作品は森本武道スタンバイ遠藤康子さんに読んでもらいます。並んだのに大してうまくない。並んだのに大してうまくない。これ僕選んだんですけど、こういう勇気がないんですよみんな。はいはい。並んだんだから、うん、こんなに苦労したんだからうまいに決まってるっていう、はいはい、僕は僕基本並びませんけど、僕並んじゃうとこうなっちゃうんですよ。わかります。わかります。並んじゃうと、今言ったように洗脳されちゃうから、うまくないって言えなくなっちゃう。はい、思えなくなっちゃう。はい。で、天の弱だから、やっぱ、並んでるのを横目で見ながら、並ばなくてもうまい店はあるっつって、並ばない店行っちゃうんですよ、私。そうでしょ。ね。待ってないから。そうでしょ。はい。だから、逆にこの、並んだのに対してうまくないって冷静に言える人ってすごくない？そう思います。強いよね、うん。でもこれも心の声ですよね。絶対口には出せない。出せない。あ、そうか。はい。友達とみんなで並んで食べてるときに、思うまでは思うけど。そうです。きっと。言えないか。そうだね。で、周りも、周りがどう思ってるかなんかわかんないけど、並んだもんねってなるから。いや、前にもうずいぶん前、10年ぐらい前、テレビのグルメ特集で、なんかその餃子屋さん、人気の餃子屋さんが行列できてて、そこの店主にインタビューをしてるのね。はい、ちょっとテレビに流れてんだよ。ね。いや、椅子減らして行列作ってるんですよって言うのね。面白い。お前さ、お前それ言うのダメじゃねって思って。そうすると並んでる人見て並ぶ人もいるし、並ぶとねより美味しく感じるんですよってインタビューで言ってんのね、その人ね。戦略的。お前それ言っちゃダメなのやつでしょ。本当はね。結構並ばなく、より並ばなくなってますね、それから。バラしちゃった。さあ続いていきます。神奈川県ラジオネームバンブーさんの一句です。
スタミナ料理を食べるためのスタミナ。スタミナ料理を食べるためのスタミナ。これは私が、はい、選ばせていただきましたが、やっぱもう年々ですよ。40過ぎたぐらいから、優しいもんにやっぱ行っちゃうから、白身魚の昆布締めとか。いいですね。だから、それで気づいたんですよ。夏に土用の丑の日とかにうなぎ、食べると元気になるって言うけど、あの暑いさなか、うな丼が食える人はもう元気だって、本当に。そのスイッチがある時点で結構元気だぞっていう。すでに元気だって思った時に、なんかこの句がなんか急に思い出して、ババッ、バチッってきたんですよね。なんかだから普通に入った定食屋で自分がそれなりのもん食べてる時に、入ってきた若い男性が、スタミナ定食って時に、若い確かに、スタミナ定食ってそもそもなんだですけどね。そうなのか。いや、確かに。スタミナ。何の？なんとなく、レバー。ああ、そうですね、私も。みたいな。あと、まあ、ニンニクは入ってるよね。ホルモン。ニラとか。あと、味が濃い。濃い。とにかく濃い。なんか、ご飯がいっぱいいけるとか。はいはい、そうなんだよね。でも、ハードル高いですよね、スタミナ料理って。ちょっと。手を出すには特に女子そうでしょ。はい。若い女子がね。すごくちょっと。俺若い女子でそれこそ、あ、スタミナ定食って言ってる女子、かっこいいと思っちゃう。それ多分うちら世代じゃないですか。かな。ちょっとか、親父ギャルみたいなのが流行った時に。あ、そこか。親父ギャルって久々聞いたな。高くて綺麗なんだけど、スタミナ定食行く。正面横丁とか行って、飲んでる女がかっこいいみたいなのに、ちょうどその世代です。名残かな。憧れで。スタミナ料理を食べるスタミナがないといけないよねっていう、ね。はい。だからスタミナ料理ってのはかけるいくつの要素なんだろうな。そもそもがゼロになっちゃってる人もいけないんだな、きっとな。そうですね。さあ、東京都ラジオネーム、たっくんちゃんさんの一句です。地元の人が嫌うカフェ。地元の人が嫌うカフェ。これ結構ありませんそれを伊藤楓が選んでるのもすげえ面白い。いや、なんか私、あるよ、富山県民なんですけど、はい、やっぱりそのなんか観光地になっちゃった瞬間に、うん、ちょっとあの店違うよねってなっちゃう感じとかは、うんはい、独特なのかなと思って、地方出身者の。いやいや、それは、勝手にお邪魔しといてなんだけど、うん、そういう地方旅するの好きなタイプも、なんつうのかな。このカフェ違うよねってのあるからね。外の人間でも。だから地元の人も当然あるんだろうけど。あります、あります。この人の夢の形なんだろうけど、周りとの調和は全く取れてないぞっていう感じとか。はい。ありますね。でもいいよね。地元の人が嫌うカフェって言葉、パンチ力すごいですよ。そうですよ。で、変に行列になっちゃったりすると、また今度邪魔だとかね。外に人が並んじゃって。そもそもこの要素のあるカフェの行列が、隣のカフェの前行ったの想像するとゾッとするね。で、隣はカフェじゃなくて、喫茶店みたいな空気とか。こっかにいいのがやっぱさ、まあ、そのエリアフリーでさ、地方で聞いてくれてる人の中には、うんはいはい、特にあそこねっていうのあるだろうね。あると思いますよ。あるでしょうね。多分多いから。で、なんかカフェって言えば、なんか人が集まる感じ、ちょっとありましたもんね。もう落ち着いてきたけど。カフェだからね。カフェ。いやー、ちょっといいわ。あるあるだからね。これを伊藤楓が選ぶのもいいわ。ということで、宛先お願いします。はい。メールの場合は、メールアドレス、ij@tbs.co.jp まで。おはがきの場合は、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ、伊集院光とラジオと、自由律俳句の係まで、番組のアプリ、投稿フォームもご利用いただけます。ご応募いただいた方やご紹介した方には、松竹梅ステッカーを差し上げます。来週も自由な一個お待ちしております。ケーズ電機。マルコはなんで現金値引きが好きなんじゃ。後から使えるポイントよりその場で安くなる方がいいじゃん。しっかりしとるの。お得なことには目ざといマルコであった。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。伊集院光とラジオと法財と三等家と、この時間は、ケーズ電機、他各社の提供でお送りしました。
カードローンの利用や借金をしたことがある方へ、払いすぎた利息があればあなたにお金が戻る可能性があります。返済中でも返済済みでも無料で過払い金を調査。東京弁護士会所属弁護士法人アディーレ法律事務所にお電話を。0120-316-742、債務なしに。子供電話相談室と郵便局と TBS ラジオの名物企画、子供電話相談室が帰ってきました。郵便局とタッグを組んだこの企画、まずはおはがきやお手紙でお子様の質問疑問相談を送ってください。相談室スタッフが内容にぴったりの先生をお呼びします。あとはお子様の都合のいい日時に合わせて電話をつないで収録します。これがお子さんの初めてのお手紙に、初めての大人との電話に、初めてのラジオ出演になるかもしれません。宛先は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、子供電話相談室と郵便局とまで。放送は月曜日の朝9時30分頃です。どうして人間は大変なんですか？勉強したりお支度したり、僕はもっと遊びたいです。おー、遊びたいよね。わからないことは TBS ラジオに聞こう。伊集院光とラジオとプレゼント。さあ、リスナーの皆さん、後ほどプレゼントが当たりますので最後までお付き合いください。伊集院光とラジオとプレゼントのコーナーです。今回、ご協力いただいたのは、はい、全国37カ所展開しておりますリゾートホテル休暇村さんです。ね、もうあの番組にすごいご協力いただいてるんで、ね、まあおなじみですがね、日本の景色を代表する、国立公園、国定公園などがあるまあ休暇村なんですが、もともとのコンセプトはですね、自然にときめくリゾート。んーということで、まあ、海、山、湖、まあ、雄大な自然の中で新鮮な地元食材を使った料理や、まあのんびり浸かれる温泉など、はい、くつろぎのひとときをご提供しております。はい、ということで、さあ今回はですね、この秋のおすすめとして、南東北の2カ所の休暇村をピックアップしまして、はい、それぞれ一人ずつのリポーターがお邪魔しました。はい、で、一泊二日の日程の中で様々な体験をさせていただいた中から、ここをお勧めしたいという魅力についてプレゼンテーションしてもらいます。うん、それでは今回のテーマを伊藤楓からお願いします。はい、この秋に行きたい南東北の休暇村プレゼン対決。時間が押してるんだな。ドラからタイトルコールまですげえ噛み気味で食い気味で来たないから。早いなおい。さあ、ということで、この秋行きたい南東北の休暇村、はい、プレゼンター紹介しましょう。まず一人目はこの方です。おはようございます。とんちゃんこと遠塚奈美子です。とんちゃん、お願いします。お願いします。とんちゃんは、はい、まあアクティブな印象が強いですけど、はい、最近は先週末大阪に行ったりとか、徐々に旅行もできるようになってきて嬉しいですね。そうね、きちんと 対策した上では楽しもうというのが、まあ、はい、うん、国の方針じゃ方針ですからね。はい、そして二人目のプレゼンターはこちらです。おはようございます、パーマ大佐です。よろしくお願いします。明るい声。大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。それ、ああ、一応大丈夫かどうか確認しといた方がいいタイプ。大丈夫です。久しぶりで緊張はしておりますが、ね、大丈夫でございます。あ、よかったよ。さあ、二人にはこれからこの秋おすすめの休暇村について一人3分間のプレゼンテーションをしてもらいます。はい、どちらのプレゼンテーションが良かったかの判定は、伊藤麻子さん、はい、伊藤楓、はい、それからガラスの向こうの番組AD 佐藤が行って、はい、2票以上獲得した方が勝ちでございます。で、リスナープレゼント豪華です。プレゼンで勝った休暇村の宿泊券ペアです。3組6名様にプレゼントしますので、最後まで聞いてご応募ください。うん、さあ、3分間は結構配分とか難しいですからね。それじゃあいきますかね。先行はトンちゃんからです。はい、プレゼンタイム3分間、用意スタート。今回私が行ってきたのは宮城県の最北端、気仙沼湾に浮かぶ島にある、4月にリニューアルしたばかり、休暇村気仙沼大島です。さあ、東京駅から新幹線とローカル線に乗って3時間半気仙沼駅へ。気仙沼といえば記憶に新しいのは東日本大震災で被害が大きかった場所ですが、間もなく10年、
私が震災後に訪れた時とはだいぶ変わっていました、大型商業施設が次々にオープンし、仙台と結ぶ高速道路の開通でアクセスもしやすくなったんです、駅から休暇村へ行くためには船で島へとなるところですが、これまたできたばかりの気仙沼大島大橋で海の上を気持ちよくドライブし到着です。そうなんです。島は緑豊かな森と綺麗な海に囲まれているので、耳を澄ますと波の音、森林浴していると野生のカモシカに遭遇したり、心地よい時間が過ごせるんです。そしておすすめは何といっても夕飯、気仙沼港で採れたばかりの海の幸を豪快に浜焼きスタイルで楽しめるプレミアム浜焼き懐石、中でも旬のサンマは身がふわふわ、脂もしっかり乗っています。他にもお造りに天ぷらにと盛りだくさんなんですが、驚いたのがお鍋、メカジキと松茸のすき焼き、すき焼き、気仙沼はメカジキ水揚げ日本一、さらに今が一番美味しいシーズン、メカすきと呼ばれ地元の方おすすめの食べ方なんです。いいな、大きなメカジキの白い身が割り下の色に染まったら生卵にたっぷり絡めてパクリ、ふわっとした身にお出汁が染み込み最高なんです。こりゃもう地酒の気仙沼男山も進んじゃいます。美味しいんだよ。夕飯に大満足した後は休暇村で開催している星空観察ツアー星空散歩に出かけましょう。実は気仙沼日本一星空が綺麗な港町と言われているんです。近くの亀山に登ると足元も見えないくらい真っ暗、小さな懐中電灯で照らしながら展望台まで進み、明かりを消すと遮るものは何もなく、見上げると輝く星空、東京ではこんな空見られないなぁと心が洗われます。翌日は早起きして気仙沼の魚市場へ、夕飯で食べたメカジキやカツオが何本も上がっていてすごい迫力なんです。近くの漁師さん御用達のお店鶴亀食堂では取れたてのお魚を使った朝ごはんも食べられちゃいます。そして旅の最後には品数豊富なお魚市場で名産を買って帰ってからも楽しみましょう。詰め込んだね。なんかもう寝る間が惜しいぐらい。そうだね。本当に夜から朝までいろんなことがすごいな。え、メカすき。メカすき、メカジキのすき焼きなんです。いや初めて聞いた。メカジキと何入ってる？メカジキ。松茸です。俺それびっくりしたらさ、メカジキと松茸入ったすき焼きをメカすきってさ、松茸成分もったいなくないですか？一回無視するその。その無視する感じ。それぐらいメカジキがすごいってことですよね。きっとね。はい。まあまあいいか。いやいやいや、言わせてください。プレゼンさせてください。そそうだよ、ね、お願いします。そうだ、パーマ大佐も3分間です。用意スタート。さあ僕も東北へ向かいたいと思いますが、はい、東北新幹線には乗りません。あら、あら、まずは上越新幹線に乗ります。そして終点の新潟で特急に乗り換え、左に見える日本海の絶景を堪能すること計4時間、はい、降り立ったのは山形県庄内地方の中心都市鶴岡でございます、はい、今回訪ねたのは休暇村庄内羽黒です。旅先を選ぶとき、皆さんは料理を海の幸にしようかな、山の幸にしようかなと迷ったことあると思います。うん、そんな心配はいりません。まさか。ちょっとうざいでしょ。ちょっとうざいでしょ。うざいのは、それがあっちだから、それがあっちだからね。庄内地方はですね、西には日本海、東には山、広大な田んぼが広がる平野、つまり、海の幸、山の幸、お米いっぺんに楽しめる、まさに食のオールスターの街なんでございます。いいですね、そんな休暇村庄内羽黒の夕食、米どころですから、まずは日本酒の飲み比べでほら良い気分になっちゃいましょう。ここからがすごいんです。ブランド牛山形牛のせいろ蒸し、はい、日本海で採れたのどぐろの塩焼き、地鶏のお鍋に山菜のお漬物と来て、ここで真打ちのご登場でございます。目の前には茶碗に盛られたほっかほかの白いご飯が、あれ2つ運ばれてまいりました。なんで2つなの？え、もうおかわり用のご飯、うん、違うんです。なんと山形が誇る生え抜きとつや姫の
食べ比べでございます。あ、うまそう。やりたい。もちもちとした食感のつや姫と一粒一粒が立っている生え抜き、はい、しかもこれを庄内の綺麗なお水で炊いてるもんですから、もう美味しくてたまらないんです。こんな超贅沢な食べ比べを堪能して温泉に浸かったらおやすみなさい。さあ2日目、翌朝出かけたのは日本海に面した地元の水族館。自慢の巨大水槽を見ると、あれなんだこれ、一面銀世界、え、海の中雪が降ってるんじゃないか。よーく近づいてみると、そこに泳いでいたのはおよそ1万匹のクラゲたちでございます。クラゲなんだ。鴨水族館というところはですね、クラゲに特化した水族館で、なんと日本一の60種類以上のクラゲを飼育展示しているんですね。有名なね、青白い光に照らされたクラゲたちが織りなす空間は、まるで海底にいるような錯覚を覚え、まさにプラネタリウムならぬクラネタリウムでございます。クラゲの幻想的な感覚を味わった後は山を目指しましょう。ここ庄内地域はですね、実は山岳信仰のパワースポットとしても知られておりまして、羽黒山で本物の山伏さんがブーブーとホラ貝を鳴らしながら色づき始めた山道を案内してくれて、これもまた身も心もすっきり癒されるんです。いや来たね、これまた詰め込んだね。私行きました、ここ。あ、庄内羽黒。じゃあちょっと判定難しい。一回フラットにして、フラットにして、はい、プレゼン能力で。確かにそうだったという状況をちゃんと伝えてます。なかなか入ってます、はい。クラネタリウムも含め。クラネタリウムっていうのは、はい、それは向こうさんの考えたやつですか、それとパーマ君オリジナルですか。一応向こうさんが考えた。はい、よかった。はい、ルルブにもそう書いてあります。はい、はい、クラネタリウム。これはどうなんですかね、はい、水槽を表現するときに、うん、手のポーズで大きな四角を作ってたんですけど、はい、あれはラジオでありなのかっていうのはね、しかも水槽丸なんですよね。水槽丸なんですけど手はラジオですから手は関係ないですから声で判断して動いちゃったんだよ、ね、動いちゃっただけなんです。でも確かに大きいの、はい、本当ね、大きいのを表現したかっただけなんです。でも上手、それは上手、とんちゃんがプレゼンしてくれたのは、確かにこれどっちも魅力が、旧田村気仙沼大島、よかった、パーマ大佐は旧家村、うん、庄内羽黒、うん、まずはガラスの向こう AD 佐藤の判定ボタンをどうぞ。パーマ大佐、庄内羽黒、うん、いややっぱ日本酒のね飲み比べ、さあ続いていきましょう。伊藤楓判定ボタンをどうぞ。トースカナンコ、さあこれ難しくなって、むしろ一回行ったことあるのにちょっと難しいところになりましたよ。いや確かにのいいエネルギーの、あー、さあ行きましょう。勝ったのはトンちゃんの旧鎌の気仙沼大島なのか、パーマ大佐の旧鎌の庄内羽黒なのか、ボタンをどうぞ。ポーズカナンコ、ありがとうございます。いや満載だったんですよね。すき焼きも魅力的だし、星見て、うん、朝一で、あの市場でかかったね、市場でかいです、うん、です、朝ごはんもいただけるっていうその満載感、そうあのね、市場のいわゆる地元の漁師さんが行く食堂を入れてくれたのが俺は良かったな、ね、一番間違いないとこだと思って、はい、ね、食事もなんかバラエティーに飛んでてね、良かったですよね。羽黒もねめちゃくちゃパワースポットだからね。あとね、そうなんです、パーマはパーマで、うん、その庄内羽黒良かったのはあの米の食べ比べを、やっぱ、うん、私つや姫大好きなんですよ。だってやってみたい。女芸人で行ったんですけど、女芸人でお茶碗半分半分によそりましたもん。でどっちに何をよそったか分かんなくなっちゃった。結果両方うまいから、結果両方うめえなんですよ。ひどい食べ方しました。あんなことできないですもんね。なかなか贅沢なことはできない。さすが米どころっていう、うん、だってただでさえうまい米をさ、その地の水で炊くわけじゃんか、はい、そりゃうまいよ。最高、なんかすごいお腹すきましたね。ということで勝ったのはトンちゃんでございましたが、はい、それでプレゼントですね、プレゼントは旧家村気仙沼大島の宿泊券です。3組6名様です。それじゃあ宛先お願いします。はい、ご希望の方はメールにお名前、ご住所、電話番号をお書き添えの上、アルファベット小文字で ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp までお送りください。
その他番組ホームページの投稿フォームやメールアプリ伊集院光とラジオとスマホとなどからもご応募いただけます。当選者はエンディングで発表します。さあ、そのもちろん気仙沼大島もそうですし庄内羽黒もそうなんですけども、ここまでのプレゼンテーション聞きまして、あ、じゃあ泊まり行きたい、ね、うん、もう思ってくれた方、はい、直接の電話番号をきちんと、ご案内しますんで、こちらです。はい、休暇村の宿泊についてのお問い合わせ、お申し込み電話番号は休暇村気仙沼大島 0226-28-2626 0226-28-2626、 そして休暇村庄内羽黒は 0235-624270 0235-624270 まで伊集院光とラジオと聞いたとお伝えください。また休暇村のホームページからお申し込みの場合は、お申し込みページの備考欄に TBS ラジオと記載してください。なおどちらも人気の休暇村のため予約が取りにくい場合もあります。あらかじめご了承ください。また全国の休暇村では今、おいしい和食巡りと題し、日本の食文化にオマージュした企画を実施しています。来年3月末までの期間中、一泊二食の宿泊でビンゴカードにスタンプを押します。ビンゴが揃った列の数に応じ近江牛をプレゼントするキャンペーンです。こちらもぜひお楽しみください。はい、まあ、休暇村さん、そのお迎えする側としての感染対策しっかりやっております。はい、我々もお邪魔するときに、きちんとした感染対策をしていく分にはのびのび楽しめると思いますので、ぜひご検討ください。トンちゃんパーマ大佐、お疲れ様でした。ありがとうございました。植物性消臭液匂いのんの、介護にタバコ、トイレ、生ゴミ、冷蔵庫、ペットの匂い、ホテル、病院、食堂、自動車などの匂いを消します。水で250倍に薄めて使うので非常に経済的。匂いのんのは 0120-86-1261 フローラから。匂いのんの、よし散歩行くぞ。よかったね。じゃあお父さん、これ食べてって。あゆみのゼリー。え、毎日の食事と運動にプラスしてみない？それは最新完成薬所の歩みのゼリー、根の力。特保ではなく機能性表示食品です。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。お、食べやすい。これからも毎日お散歩行きたいもんね。食事、運動、歩みのゼリー。まずは無料のお試し3本セットをどうぞ。歩みのゼリー。お問い合わせは 0120-777-444。777-444。最新完成役所まで。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で。ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。毎日新聞社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、首都高速道路は川口線の上り鹿浜橋付近、故障車が止まっているため左車線が規制されています。5キロ半、新号からは通過に30分です。4号線の下りは代々木付近、右車線で事故の処理が行われているため4キロ半、三宅坂からは20分かかっています。一般道は神奈川県内、海老名市の国道246の上りは上今泉交差点に故障車が止まっているため、左車線が通れず流れが悪くなっています。中原区の中原街道の上り、横浜市瀬谷区二つ橋小学校入り口交差点での事故の処理終わりましたが、1キロほど渋滞が残っています。千葉県内は国道16号の内回り、柏の湯葉塚では2キロ半。都内は八王子バイパスの外回り、左乳橋では3キロ半、40分です。警視庁から以上です。この次は10時25分頃お伝えします。手伝ってもいいですか？被災地で広がる写真戦場。思い出との再会に笑顔が溢れます。毎日新聞は写真の力を描いた感動の実話、映画、
浅田家を応援しています。本当に家族写真撮れるの？撮れるよ。毎日新聞。三井住友信託銀行主催 TBS ラジオ公演私遺産。忘れられない人がいる。残しておきたいものがある。守り続けたいことがある。あなたが誰かに伝え残したい人、物、ことを400字でご応募ください。締め切りは11月30日私遺産で検索。 TBS ラジオ一員光とラジオと、この後10時からは包丁専門店タワーナイフズ社長のリオンハイバーグさんが登場です。お楽しみに。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは朝からできる初体験の話。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から厳選した小豆と甘栗をふんだんに使用した栗かのこと、甘さを抑え自然の風味を生かした芋羊羹、北海道産牛乳を使用したくず練りミルクと、ぜんざいに一口タイプの羊羹が入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンにフルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の富士屋デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ラジオネームシューママさんからです。シューママさん、シューママさん、女性67歳、はい、今は40歳になった息子が幼稚園の頃の話ですが、はい、初めてトイレに暖房便座を取り付けました。はあ、これもさ、今はちょっと当たり前になりすぎて、はい、うん、たまに冷たいとびっくりしたりとか、はい、だからあのタオル地のカバーみたいなのかけてましたもんね。かけて、まあ、今でも売ってますけど、やってたね、はい、その子供、はい、便座があったかいのにびっくりして、お母さん誰かいた残りの温度だと、なんかずっと座ってた人がいたんだろう、ね、僕の前に誰かいたと叫んでました。かわいい。そうだよ、今は別にこれ暖房便座だって分かってるけど、はい、で冷たい方に驚くけど、はい、昔だったら直前まで誰かって思うよね。またでも賢い子ですよ。そう、いやそうだね、ついにつまり誰かいた。あと俺らの先輩の先輩だからね、はい、今ねこれは70歳、はい、ラジオネーム花束さん、女性の方、うん、子供の頃、はい、砂利道がアスファルトになって、アスファルト初体験っていう、はい、俺の、まあ、家の前、あ、たまにここちょっと前まで砂利道だったのにアスファルトになったんだはあるけど、はい、アスファルトは当たり前だもんね基本的には。アスファルトって熱くなると溶けてきますよね。あんまイメージないの、昔ちょっとなんかベタベタしたの覚えてません？ああ、なんかあれがアスファルトかわかんないけど、ちょっとベタベタする道あったんですよ。割と新しめのアスファルトが暑い日にちょっとベタベタはなんか、はい、ちょっとツヤがあるっていうか、それを取っては持ち帰るという遊びが流行ったんですそんな取れるほど溶けないんだ。粘土的な感じなんですか、ね、あれそんな多分端っこがとりあえずなんかさ、はいはい、取れんじゃないの、なんかそういう、あーちょっとポロッとでいいのがさ、可愛らしいのがさ、今さ70歳だよね、はい、俺たちずっと上の先輩なんだけどさ、それをどうこうするわけではありませんが持ち帰るってのよくない子供のコレクションってそうですよね。そうだよね、はい、何になるわけでもないんだけどアスファルトっていうほぼ初めて見たお乳のものが、うん、おいおい取れんぞっつって月の石みたいな感じですよね先生に見つかりこっぴどく叱られましたっつって、めくっちゃいけないってそりゃそうでしょ、わが町がやっとアスファルトになったつもり、なんでお前ちょっとずつ持って帰ってんだって言って確かに今はないけどね、溶けること、ね、そうですね、そうだね、いいな、だから俺たちは逆にこの当たり前だと思ってるアスファルトがついに来ましたっていうね、そして剥がしてみましたって思い出をありがとうございます。デイリーヤマザキ、1日分の野菜が取れるちゃんぽんは体に嬉しい野菜がたっぷり、大きなお揚げのきつねうどんはお揚げがジューシー、大判かき揚げそばは風味豊かなだし、デイリーヤマザキのあったか麺おすすめです。ここにしかないおいしさ、デイリーヤマザキ。ヤマザキ
伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。高橋秀樹です。大切な遺言書のことなら朝日信託のしっかり遺言 .com しっかり遺言。 TBS ラジオ伊集院光とラジオとビヨンハイバーグと、おはようございます、伊集院さん、伊藤さん、はじめまして。大阪から来ましたビヨンです。今日は和包丁の魅力、日本のいいところ、日本に来てびっくりしましたなど、たくさんお話ししましょう。楽しみにしてます。この後スタジオにお邪魔します。よろしくお願いいたします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの伊藤楓です。そして木曜パートナー伊藤麻子、今日だけの木曜パートナー伊藤麻子です。だからなんで片言になるんですか、挨拶のところ緊張するんですよ。緊張し直すの。あともう一回やっぱり第二の柴田理恵さんって言おうかなとか、そういうの迷うと片言になります。すごい思ってたのは、あ、この人やっぱり二代目柴田理恵だなと思ったのは、はい、プレゼンの中の酒の下りの反応が尋常じゃないよね。一緒理恵さん、柴田さんも一緒。もうね、日本酒って言った時のもうピクッていう、何何っていう、飲みからねかとか。確かに男山だっけ、男山さんも、はい、そうですね。さあ、この後お迎えするのは、はい、包丁専門店です、はい、タワー内部図社長ビヨンハイバーグさん、はい、大阪から来ましたって言ってましたけど、ね、その前のカナダから来たことを俺たちは注目してますけどね。どうやったってね、おっしゃらなかったですけど ね、はい、なんかカナダ国籍の方で、はい、23歳で来日した時に、はい、和包丁ってすごいっていうことになりということらしいんです。あ、じゃあもう日本の生活の方が長いんです ね、51歳。そうですね、で正直なこと言うけど、うん、家にいわゆる和包丁ってうちないです。ない、私も手入れが難しいじゃん、はい、ちょっと思うのさ、普通のさ、なあれステンレスっていうのかな、はい、そうですそうです、ああいう手入れのいらない包丁ばっかになっちゃう。うちはもうだからそれ一本とパン切り包丁ぐらいで、ね、なるでしょ、なるでしょ。ですごい疑問なのは、ちゃんと研いだ、ちゃんとプロが研いだ和包丁の切れ味と、俺たちがそのうまくやれない和包丁の切れ味と、そのスタンダードなステンレスの包丁の切れ味はどういう順番になるのみたいな、はい、確かにそのことをカナダの方に聞くっていう情けなさね、はい、俺たち日本のものなのに和のこと教えてください。はい、この後ビヨンハイバーグさんすぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は東京カリンと他各社の提供でお送りします。東京カリンとの蜂蜜カリンとは、大阪で食べても東京カリンとと言うんですか？はーい、東京カリンとは大阪で食べても東京カリンとと言うんですね。日本中どこで食べても東京カリンと。蜂蜜カリンと東京カリンと。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、ビヨンハイバーグさんは1969年カナダ生まれ、デンマーク育ち。学生時代に日本の刃物文化に憧れを抱き、23歳で来日。語学メーカーなどを経て、大阪の刃物メーカーに9年間勤務しました。2011年に大阪市の新世界に包丁専門店を開業。現在、大阪と東京などで店舗を展開し、日本製の包丁の素晴らしさを発信しています。本日のゲストは、包丁専門店タワーナイブズを経営するカナダ人社長のビヨンハイバーグさんです。ということで、スタジオにはビヨンハイバーグさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は日本のことを教えてください。お恥ずかしいか、お恥ずかしいですけど、はい、まあ教えるより、なんかみんながもう昔から捨てることをもう一回思い出してほしいなと思います。思い出す、そうですよね、はい、忘れちゃって、実家には確かにあったんですよね。で、そもそも、はい、和包丁とは何だってことも多分あんまよく分かってない、うん、
そうです。もうちょっと話長くなりますと思いますけど、はい、その和包丁と言ったら、はい、大体みんな思ってるのが、もう出刃包丁、刺身包丁、薄刃包丁。はい、それが、もう片刃包丁で、日本にしかないの、特に和食に使われてるの、その魚を、はい、メインにしてた時代から、はいはい、魚砂漠の出刃包丁、刺身、その一口サイズに切るの刺身包丁。はい、でその上に薄刃包丁で野菜を薄く切るための和包丁ですが、はい、その辺普通の家庭では、野菜そこまで薄く切るより、口サイズぐらいに切るんだったら、もうちょっと人気の、なきり包丁の方が、人気。それは左右も解いてるけど、一応それも和包丁の中に入ってると思います。じゃあ、基本は片刃なんですか？基本のその和食に使ってるのが片刃。なんでというのが、その切る味にものすごいこだわるなら、包丁が自然にその切るものに入ります。はい、片刃の方が、その片っぽでしか解いてないから、そこの自然に入ります。それで力入れなくて、綺麗な断面になりますんだから、生魚とかそういうのが、もう長持ちになりますとか。鮮度も変わってくるんですか？変わります。もちろん。はい。変わるんで。切った断面が、そのピカピカの断面になると、その空気とつながるの、断面が少ないから、もうバイキンも入りにくいだし、もう特に昔から冷蔵庫もなくて、氷その簡単に手に入らない時代から、はい、もう魚をもうちょっと長持ちできたらいいなんで、そこでちょっといい道具持ってたら、すぐ腐る魚か長持ちする魚どっちにするなら、絶対長持ちの方が。ちょっとビヨン親方に怒られるの覚悟で言いますけど、怒られるの覚悟で言いますけど、僕はね、その、いい包丁でいい職人が切った魚は全然違うだろって言われても、今、いわゆる量販店で売ってる洋包丁も、そのセラミックの包丁もそこそこ切れるじゃないですか。だから、なんか自分の中では、そこまで変わんのかと思ったんですけど、もう、その、鮮度から変わっちゃうし、味も変わります。味が思い切り変わります。思い切り。ちょっと怒ってますもんね、今ね。お前何言ってる？お前何言ってる？お前の口の中に入ってる、それは舌なのか、舌なのかっていうぐらいの。多分、はい、外食とか、はいはい、みんな美味しいもの食べるとき、みんな外食行って、そこの板前さんが結構、もう一生懸命包丁を研いでるのは、時間潰しのためじゃないよ。はい、はい、はい。それは、できるだけで美味しく、その魚を出したい。もっともっとの魚の味が、もう口に入ったときに、はい、ああ、これはタイですね。とか、これマグロ美味しいね。だから、切れない包丁で使ったら、切った断面がちょっと粗すぎになるんで、醤油つけるときに、せっかく旬の魚が一年中醤油の味しかしない。すげえ！あ、そういうことか、はい、科学的にそういうことか。いや、なんか自分が思ったのはね、当然いいお店連れてもらって美味しいなとも思うんですけどね。はい、それは、その職人さんの技術のもんだったりとか、魚の鮮度のもんだったり、うん、いろんなものが総合されるから、じゃあ包丁一つって考えたことはあんまなかったんです。でもそれがもう本当にすごい大事な、その全体的も、もちろん、もう取ったばっかりの魚とか、その、魚がもう手に入れるのところと、あとは、本当に腕の、その、あるかないか、うん。包丁使いによって、魚の味も変わります。でもそれが、じゃあ、同じ腕の立つ職人がやっても、じゃあ、生蔵な包丁で切って、顕微鏡で見たらギザギザになってますっていうのと、それ魚が切られたの分かんねえんじゃねえかっていうぐらい、スッて切ったもんでは、もうその、醤油の染み込み方から、はい、思い切り変わります。これは魚だけじゃなくて、野菜も肉も果物、全部つながるんで。だからみんなも、ああ、美味しいもの食べたい、だから外食する。昔は家庭で、料理をやってた方もいました、日本で。はい。はい。はい、今最近はなんか、ああ、料理するのはもう冷凍物、電子レンジ入れるの。だけど、本当に、その、美味しい材料の味を食べたかったら、はい、もう自分で切って、口に入れた瞬間に、ああ、これが人参の味、これがジャガイモの味、これがもう魚のもともとのついてるの味、これが和食のすごいところが、調味料をつけるより、
微妙のちょっとポン酢とかちょっと塩かけるだけとか、醤油の微妙の醤油つけて、材料を大事にしてる。だからもう、いろいろな料理はできる、それで。そのなんかソースをつけるんだけじゃなくて、本当に材料を大事にしてるところ、そういう完璧主義も料理の中にもう昔から入ってる。その究極目指していくときに、うん、そのいい包丁、ちゃんと手入れのされたいい包丁がなければ、はい、そんなマックスの味にはならないじゃないっていうことですね。うん、はい。だから、まあ、なんとか中空いたときは、もうそんな切れ味必要がない。ただ雑にね、雑に。そうですね。はい。カロリーを取るだけ、はい、餌を食うだけならば、それはいらないけど。全くいらないけど、やっぱり美味しく食べたかったら、材料を、一番美味しい材料を買いに行ったの後で、全く切れない包丁でさばいてたら、すごい残念なと思います。これって、その包丁って、もともとその包丁の出来栄えもそうですけど、手入れの仕方、研ぎ方とかあるじゃないですか。もちろんありますんで。で、そうするとさっき言ったのがね、まあ、そこそこ切れます量販店の包丁、うん。で、これは手入れもなかなかしなくていいようにほぼできてたりするんじゃない、うん、まあ、した方がいいんだろうけど。うん、それと、そのデリケートな、一流の包丁のうまく研げなかったやつはどっちが上なんですか？多分その普通の家庭用の包丁、今でもびっくりすると思います。ちょっとまあ今日持ってきましたのよく切れる包丁で、はい、ちょっと人参とトマトを犠牲にしてもらえれば、犠牲また多分わかると思いますね。ちょっと持ってきてもらったんですよね、今。はいはい、2つありますね。包丁2つありますけど、お料理包丁って紙に書いてあるのと、はい、そっちは、こっちは、その辺で通販とかで売ってる、はい、そのよくありますよね、ここに穴が開いてるからキュウリがくっつかないんですよ、みたいなやつです、ね、うちにあんのあんなです、はい、そうですね、はい、残念ながらで、そういう切れない包丁で、普通にみんな家にあるんで、はい、奥様たちがみんな、ああ、いや、我慢します、これで。だけど実際は、その、使ってる人が我慢で肩こりになって、大変な仕事だけじゃなくて、食べてる家族もみんな我慢しながらで、まあ、もうちょっと美味しく食べたかったのに、はい。そんなにもっとわかる人からじゃそんなにもったいないこと。はいはい。それわかるんで、友達にもうすごい言われたのが、急に子供たちが野菜を食べ始まった。はぁ、はい、包丁入れ替えただけで、急に子供たち、お代わりください。野菜を、はい。ちょっとさ、はい、切ってみて、トライ。いいですか？切ってみて、指切らないようにお願いします。はい、まずは全く切れない包丁を。普通の包丁ですね。これ、俺の中でドキッとするの、あれ、うちにあるやつだから、全く切れないってなると、ああ、そのまま、まあ、よくお話が違うって。はい、どうしましょう、人参、はい、人参からでお願いしますよ、はい。結構硬いですね。これで指切ったら本当の包丁渡さない。大丈夫です。いいですか、はい、じゃあ、はい、普通に切る。まあ、はい、まあでもそんなじゃないの？知ってる切れ味です。はい、切れますよ。うん、はい、そうですね、はい。別にくっついてることもなくちゃんと切れてますよ。はい、やっぱ穴が開いてるかくっつかないでね、はいはい。これも包丁上手ので、本当の包丁でこれで気をつけてください。はい、はい、指先に当たらないように。本物っていう感じのやつだけど、はいはい、いいですか？気をつけて。はい、あ、全然違う。でもなんか見てわかる。見てて分かります？ほら。見てて、あ、これね、音の違い分かるのは相当な人だけど、あとね、最後、まな板に当たる音じゃないんだよね。はい、入った時の音が、違う、はい。はい。なんか、人参の、うん、なんていうのかな、滑らかさが分かる感じ。スッていく。ありがとうございます。見てどうですか？視認して伊藤か今。切った輪切りを一枚で。断面の滑らかさが全然違いますよ。これ切れる。もう、ね、今ね、同じ大きさの2枚の切った、はい、輪切りの、輪切りの人参もらって、うん、間違えないようにねって言って、こっちがこれよ、こっちがって渡されて、こんなの絶対間違えない。見ればわかる。もう、鏡みたいな。うん、はい。ツヤまでありません。いや、もう本当に切れる方で切った方、はい。これが、その切れない包丁使った野菜を茹でたら、はいはい、表面が茹ですぎになって、水っぽくなりますんで、味が。表面積が多くなりますもんね、ギザギザになってると。そうです。そのデコボコのところが、もう本当に水っぽくなりますんで、下に当たった瞬間に、本当に、水っぽくて味がついてない。絶対表面が一番先につきます。ビヨン親方、これ舐めてもわかります。要するに下にちょっと当てただけで違うということが完全にわかります。うん。あ、なんですか？すっげえ。すべすべのも超気持ちいい。全然
全然違う。なめが一番わかるかも。ちょっとびっくりしちゃった。あの、全く違う。あの、ちゃんとザラッとしてる。あ、そうですね。最初に切った方が。従来の、まあ、その歯ごたえとかもちろんも関係がありますけど、その生でサラダとかの中に入れると、あの甘みが全く違います。それもすごいわかるのは、はい、舌の甘みを感じる部分に全部くっつくから、うん、ちゃんと隅々まで甘い。甘い。その通り。嘘じゃない。その通り。結局、離れてる、ギザギザなら離れてる部分があるけれども、味もちゃんと違う。すごいですね。なんかずっと人参舐めちゃう。つるつるの方の。なかなかないで、出演者3人が人参ペロ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 舐めながらゲストを迎えてるってことで、ちょっと驚きで、やっぱり、比べたことがないから、上のものを触ったことがないと、わかんないんですよ。だって今まで自分は、その普通の量販の包丁に不満を持ったこともないし、この人参のザラザラの方の歯触りに、舌触りに何にも疑問を持ったことがない。ザラザラって思ったこともないですよね。ない。上にあっちゃうと、うわ、これかってなっちゃう。それ、残念ながら、その、元の、その切れ味も昔みんなも、ああ、これが、本当に必要、毎日。で、はい、あの生活の中で物が長持ちするために、例えばキャベツを切るときで、野菜も切ったらもう半分だけで食べたいで、冷蔵庫に入れようと思ったら、うん、あの、冷蔵庫を入れて切れない包丁使ったらもう、2日後、3日後でもう茶色くなりますけど、切れる包丁使ったら2週間後でそんなまま使える。なんかね、日本語に味音痴って言葉があるじゃないですか。はい、多分、その美味しいものを食べたりとか、その差を感じたことがなかった人が味音痴になるのと一緒で、俺は舌触り音痴だったのかもしれない。うん、今、この薄い人参をかじってみると、すべすべのところ、噛み切ったところの差とかがとてもわかるの。楽しいの。その、すべすべのところに当たってた感じと、噛んですりつぶして出てきたエキスが底流れる感じと、実はすっごい繊細で違うじゃないですか。なんかその、ザラザラを普通に食べてたのとやっぱり全然違って、いやその感じが食べ出した。もうみんなどんな番組なんだっていう。舐め切ったら今度食べ出しちゃった人参を。今度手入れ、これをねお家でやりたいとやると手入れの難しさ。まあ、あの手入れも、うん、あの昔みんなその砥石を使って研いでたんで、うん、人と話して、うん、あそうですねお父さんやってたねとかおじいさんやってた、はい、やってたおばあちゃんはやってた。なんでその時代で終わった。なんで終わったんだろう。はい。みんなもスカイステージ台に入って、うん、いや、もうめんどくさい。新しく買おう。新しく買おう。うんうん、でそうすると、だん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 その良さを忘れて、やり方も忘れて、もう本当に和食にすごい必要な道具のに作る人たちも、もうだんだん年齢になって、引退になりそうのところで、うん、これは、ちょっと守ってほしいな。なんかでもそれを、うん、その、カナダから、いらっしゃって、うんはい、衝撃的だったですか、和包丁、最初。まあ、和包丁と今言ってた、さっき言ってたの、片刃包丁。はい、で、はい、その、今使ってたの、もっと万能的な三徳包丁。のが、はいはい、そっちの方がよく出るんですね。うんうん、洋包丁、和包丁の違いで、日本の食生活が、もう150年ぐらい前でだいぶ変わりました。急に肉を食べ始めたところで。はいはい、そこではもう急に牛肉を切るのは刺身包丁とかで無理ですから、うん、まあ、海外の洋包丁の牛刀を、うん、作って、まあ、向こうでシェフスナイフと言ってたら、それは日本でまあ、牛刀。牛刀。やっぱり牛肉を切るための大きな、なもので、非常に、普通の、家庭でも使いやすいんだけど、そんな長くいらないし、もうちょっと幅があるんで、野菜も切れるように。うんうん、だから、カーブが必要で。うん、だから、日本の、95% ぐらいの家庭ではみんな三徳包丁とか使ってるのが、うん、本当は、和包丁でもないんですだけど、日本でできたの、洋包丁。はあ、はい。だから、その和包丁と言ってたら、日本製の包丁の方が、ちょっと話が正しくなりますと思います。その魚と野菜が中心の食事を作るために、まあ、で、進化した日本の包丁が、まあ、そもそも和包丁で。急に肉切る必要になりましたから、うん、そのまっすぐの刃の、な切り包丁より、ちょっとカーブがついて、肉に、楽々になんか鶏肉を切れるものが、やっぱり欲しいな。
でそこでは、まあ、三徳包丁が生まれた日本では、で日本はちゃんとお魚食べる文化も残ってるのに、その万能感みたいな方に行っちゃうわけですよね。いろんなものに使えるっていう方に行っちゃう。そうですね、まあ、基本的にみんなも一本で全部使いますんで、その家で三枚魚を三枚おろしする方がうんと減りました。そうです、はい、確かに。僕ね、一回映画でお魚屋さんの役をやったんです、うん、でその時に初めて魚を三枚におろすっていうことを、要するに高知について教わったんです、はい、でもその時にやっぱりその自然にこうすると入ってくんですっていうことを初めて経験するんです、はい、要するにこの角度にもう背骨と、骨とその身の間に、もうそのまま入ってくようにできてるんですっていう、この片方の歯の研ぎ方がっていうのを聞いて、ちょっとその時に、あ、そういうもんなんだっていう、なんか、なんつうの、人間のこことこに壺があるかのごとくそこに入ってく感じっていうのは、あれはやっぱりその和包丁が魚との相性を一番に考えられてるからっていう。そう、はい。本当に道具で、毎日使う道具で、うん、私もその最初、うん、日本で見せてもらったんだけど、理解しなかった、その料理人の友達が、うん、あ、これがよく切るの、うん、うん、はいはい。私には関係ないと思ってんだけど、そういうもっと万能的な包丁で見せてもらった時に、今まで使ったのは何だった？これは海外でみんな分かってほしいと思って、まあ、実は、私、日本に来て、いろんな仕事最初の10年間ぐらいやってて、まあ、一番最初の仕事は、バーテンダー。はい、はい、はい。そこで、ま、基本の日本語を覚えて、はい。で、そこから、ま、英会話の先生やりながらとか、うん、まあ、貿易でちょっと機械とか、そんなもんやってたんですが、うん、そのちょっと包丁研ぐものを売り込もうと思った堺の会社行って、うん、でそこは逆振り込みされて、うん、もうこの切れ味のもうびっくりしました。面白いですね。包丁と、はい、誰でも包丁研げる方を、道具を、見に行ったのに、逆に、包丁の方がもう、包丁の方に魅了されちゃうんだ、はい。そうですね。で、向こうが、いや、そんなにもう刃物好きだったら、まあ、ちょっと輸出を手伝ったらどうですか。で、結局、まあ、もう9年間ぐらいでお世話になって、堺で、包丁作ってる方じゃない私。包丁を説明のが仕事、うん。一生懸命で職人たちが作ってるものを説明できるだけで説明してるのが。はい、壁は、とかくこういう日本の伝統的な古い世界に海外の人が興味を持ってきたときに、壁、要するに、君らの文化では理解できるわけがないだろうという壁はどうでした？いろいろなありました。いや、そうなんですよ。それで、はい、例えば、砥石の使い方とか、その辺、いや、それは、もう外国人には無理とかも言われたことがあったんで、だけど、いや、それもないんです。ちょっと説明したら、もう、あ、こんな簡単です。もう、ちゃんと集中すると、角度を守るのこと、大体。それが、もうめんどくさいだったら、時に持ってきたら、もう研ぎ直してもらうこともありますけど、ぜひチャレンジして、研ぎに出す前に自分でチャレンジして、失敗して、その後研ぎに出して、と思います。あとはもう反対に壁と言ってたら、何もわからないから、どこでもドアが開いてる。みんなは、どうぞどうぞ、もう、わかってないから、教えます。で、そこのすごい、いろいろなところみんな見せてくれて、普通の、まあ、そういう仕事をやってる日本人だったら反対に、いや、ちょっと、別の会社だから見せてくれないと思いますので、そこがすごいお世話にあっちこっちで、みんなすごい優しく教えてくれた。一つ壁越えると逆に、はい、他の人だったらも、逆に日本人同士だともう一枚壁あるのかもしれないんだけど、熱意が伝わると今度逆に、それが武器って壁に、はい、嬉しいんでしょうね、皆さんもね。すごい私も嬉しくて、なんかもうこれ見せてもらうと、まだもう、火がもっともっと燃える。で、やっぱり職人の熱心の、完璧主義でもすごいです。未だに、それこそビヨンさんが見て、これすごいってものには出会うんですか？包丁。はい、あります。なんか、いや、自分で扱ってる商品でも、はいはい、たまにお客さんに見せるときにも、はい、
あの、さっき、あの、人参切ったりとか、はい、自分が急にのお客さんに渡したくないぐらいの自分切れ味良すぎて。切る快感と、その、この素晴らしさで、はい、これ売りたくないなと思っちゃうようなものも出てくるんだ。はい、いやー、なんか教わることばかりですが、一回、もう、夢中になって時間経ってますんで、一度 CM を挟みましょう。今日はですね、包丁の、我々の包丁の師匠になっております。はいはい、ビヨン・ハイバーグさんをお迎えしております。安藤博之です。日曜日朝9時からはアップガレージプレゼンツガレージヒーローズ愛車のこだわり、独自のカーライフを謳歌するゲストをお迎えして朝から車愛を語り合う30分のカーマニア番組です。8日は旧車アメ車そしてキャンプ好きの純一ダビッドソンさん、ガレージヒーローズお楽しみに。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。11月8日のゲストは琵琶奏者久保田明子さんです。1300年以上の歴史を持つ琵琶の奥深さに迫ります。お楽しみに。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は東京カリンと他各社の提供でお送りしました。長時間歩くのが億劫に感じるな。歩く速度が遅くなったと思う。踏ん張りが効かないなと思うことがよくあるんだよね。急な階段の上り下りも。あるあるって思いました？そんな足元に不安のあるあなた、普段の食事と運動に加えて、再瞬間製薬所の歩みのゼリーを試してみてください。歩みのゼリーには、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特保ではなく、機能性表示食品なんですよ。全国からたくさんのお問い合わせをいただいております。歩みのゼリー、まずは無料の3本セットでお試しを。お問い合わせは 0120-777-444、777-444、最瞬間製薬所まで。時刻は10時26分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、お願いします。はい、お伝えします。この時間の関東地方は全域で日差しがたっぷりと届いています。この後も爽やかな秋晴れが続いていきそうです。ただ空気の乾燥が進んでいるんですね。現在千葉県や栃木県には乾燥注意報が発表されています。空気が乾燥していると火が早く回ってしまうので、火の取り扱いにはいつも以上にご注意ください。また喉やお肌も乾きやすくなっていますので、保湿を心がけていきましょう。さて、残念ながらこの秋晴れ長続きはしません。明日は午前中は晴れますが、午後になると雲が多くなってきます。そして明後日の土曜日には神奈川県や千葉県など関東の沿岸部を中心に雨が降りそうです。ということで、今日の気持ちのいい日差し、どうぞ有効に使うようにしてください。この時間の天気予報をお伝えしました。気象予報士の石上沙織さんでした。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ。チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-455-572、まで。時刻は10時28分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村まなみさん、お願いします。はい、お伝えします。東名高速の下りは大和トンネルで10キロ、江北パーキングエリアから25分。反対上りは首都高速3号線の渋谷を先頭に10キロ、玉川橋から25分です。中央道の上りは4号線の永福を先頭に7キロ、調布から30分です。首都高速川口線の上り、鹿浜橋に先ほどまで故障車が止まっていました。渋滞は鹿浜橋で10キロ、川口ジャンクションから1時間。影響で東北道の上りも川口ジャンクションで4キロ、通過には10分です。そして三郷線の下り、八潮付近には落下物がある模様です。まだ詳細は入ってきていませんが、3キロ渋滞が伸び始めています。一般道神奈川の国道246上り、
海老名の上今泉には大型トラックが故障して止まっています。上りは左車線が通れず上今泉で1キロ渋滞しています。警視庁から以上です。中村真奈美さんでした。この次は10時52分頃お伝えします。後ろシティの金子学です。明日は大義です。11月24日から27日までザ・高円寺2で後ろシティ単独ライブ出来たてのバランスを開催します。そして今回はライブ配信も行います。ライブ配信チケット絶賛販売中です。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は大倉屋住宅の提供でお送りします。伊集院光とラジオとビヨンハイバーグと和包丁と、さあ改めまして今朝はゲストに包丁専門店タワー内物社長のビヨンハイバーグさんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ伊集院さん、トマトなんです。伊集院さん切りましょう。ちょっとそちらにお持ちする。いや俺そっち行きます。はい、はい、すみません。伊集院さん普段あのいやいや包丁握る料理なんかしません。そうですよね、あのトマトなんて丸飲みなんですよ。トマト切らないもんですよ。それじゃあもう切れる方で、切れる方でいく、はい、で優しく切ってください、ね、優しく、ね、もう包丁の重みでノコギリのように動かしてください、はい、うわ横で私真横で見てます。笑っちゃうあのいや今ね、うん、その乗せただけぐらいですよ ね、今のまな板に当たる音では判断できないけどラジオはそれが一番伝わっちゃうから、うん、まな板まで当てないようにちょっと触ってみたのね、うん、もうスーって沈んでくかごとくトマトの中にこの金属片が沈んでくかのごとくすごい俺力ゼロ。いや見ただけで下まで行くね。うわ力ゼロでやると汁が逃げない。本当だ。あの全くほぼ汁が出てないんです。どうしてで表面のこのツルツルのあの、舐めさせてもらいます。私も、断面舐めしとして私、あの。断面舐めし。全然。もうなんかね、トマトが僕の舌と一体化して、その僕の舌にトマトの味が移ってくる感じ。すごいわ、これは。舐めたい。トマト舐めしでございます。私、日本初のトマト舐めしとして。おめでとうございます。勉強になります。これはすごいわ。すごい。伊藤さんもちょっと、じゃあ。てて私、いつもトマト切っちゃうと、びちゃびちゃになるんですよ。あ、じゃあ、伊藤さん自分で切る。あ、伊藤さんでもやってみる、ね、結構、こういうトマトと、戦いと思ってるんですけど、うんうん、もう、まあ、終わったら、本当にトマトの汁が全部逃げて、うん、トマトの皮しか残ってないぐらいだけど、うん、切れる包丁使うと、ごめんなさい、全部ゲストが喋ってる間に包丁入れて驚くのやめて、すごい顔してた今。あの無音でちゃんとって言ってました。よく包丁の普通にこう僕らが買う要望帳とかデモンストレーションでも、うん、トマトこれぐらい切れますよっていうデモンストレーションあるけど、はい、もうその何十倍も、はい、よくさ、僕は落語をやってたから、侍がさ、すごい切れるさ、名刀でスパッて切ったけど、切られたやつが気づかないっていう、はいはい、よくそういうギャグが落語出てくるけど、はいはい、その、こいつ切られてることにあんま気づいてないんじゃないかっていう、トマトの入り方。そう。ツルツル。はい、で、この、食べた時に子供がもう一個欲しくなるが大げさじゃないと思ったのは、やっぱりね、トマトの皮のところ、ツルツルの断面で噛み砕いたところ、こんなに味というか舌触りが違って楽しいことなんだっていうのを何か思い出す。だからもちろん見た目もいいんですけど、うんうんうん、ここで潰してない、繊維潰してないから長持ちする。だからサラダの中に入れて長持ちするの上に汁が逃げてないから、せっかく美味しい、もう、日本国内で作られてるの、大事に作られてるのトマトを買って、そこの汁も一緒に食べるべきと思いますんで。で、今農家の人も頑張っていろんなトマト作って買ってきたんなら、ここまでやってあげたいとはちょっと思いますね。はい、潰さない分汁が本当にギュッと中にいるんですね、そのまま。出てきた時の感動がすごいの、うん、その、ツルツルの断面を舌触りがあって、うん、はい、ゆっくり移ってくるじゃん、味が。で、その後噛んだ時にいよいよ汁が出てくるっていう、はい、
なんとトマト1個食べるのにこんなにイベントって分かれてるのっていう感じの確かにあのぜひ1回あの試してほしいのがよく切れる包丁でみかんをさばいてください。みかん、みかんを、はい、あの外の皮を包丁で取る、よく切れる包丁で取ると、はい、汁がもう表面に残ってその肉のあのみかんの肉の全くつながってないんだから汁だけが下に当たるときにこんな高級な果物が日本で作れるのがもうみんななんで大事にしてない。うわ、確かに指でやるとブシュッて一回出るもんね。そうわざわざジュースにする必要ない。そんなまんまでちょっとだけで手入れしたの。うわ、俺清見をペロペロしたい、ね、あの清見って美味しいみかんがある、あれのおスパッとしたやつをまたペロペロ、ね、表面を、まずペロペロ表面をで、それが多分想像するにこのトマトの時と同じ舌と果汁が一体化してくる感じになるんだと思うと、ちょっと興奮しちゃうね。しますね。さあ、ちょっとお知らせをきちんとしておきましょう。はい。伊藤楓から。はい。大阪の新世界と東京空町にある包丁専門店タワーナイブズが横浜赤レンガ倉庫1号館1階で期間限定のお店ポップアップショップを運営、営業しています。はい。期間は来年の1月12日までとなっております、うん、この、まあ、赤レンガ倉庫の1号館1階、はい、ここではどんなことができるんですか。まあ、そこではもちろん包丁の、まあ、説明案内で、うん、こういう試し切りもできますんで、いい包丁を使ってみて自分にぴったりなんかもやっぱり包丁の重さいろいろなありますんで手の、うん、もう人の手の大きさによってこの包丁の方がいいかこの包丁で、まあ、包丁の、コンサルティングとかをやってると、あともちろん家にあるの、切れない包丁の研ぎ直し受付も全店舗でもやってます。はい、だからその包丁を選ぶときにちょっと時間かけて、確かに、まあ、1万円超えると1万と2万5000の間のが多い、うん、だけど、うん、大事に使ったら20、30、40年間も持ちますから、そこでは、はい、ちゃんと手入れして使い方と研ぎ方はいつでも無料で教えますから、こういうのはぜひで日本で残してほしいなと思います。なんかすごく効率的だったりとか、なんだろう、簡単とかね、時間が短くとかっていうのももちろん魅力の一個ではあるんですけど、僕らはそれを求めすぎて置いてきちゃったことがいっぱいあるような気がする。そうです。みんな忙しくて、でも、うん、今年特にちょっと家の時間が増えてとかで、うん、確かに、はい、そこではすごいチャンスと思いますんで、日本のすごく大事のいいところの和食を大事できる、それは外食だけじゃなくて家庭でも美味しく食べてもらえれば嬉しいなと思います、うん、日本の職人でまだいっぱい一生懸命でいいものを作ってるんで、それを良さをちょっともう一回見直してもらえれば嬉しいなと思います。いろんなことを気づかせてもらいましたね、はい、今度は逆に俺らカナダのなんかすごいの見っけて教えようお願いします。ということでビヨンハイバーグさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。大倉屋住宅のおー、大倉屋はたくさんの女性スタッフが活躍、女性ならではの視点でマンション売却をサポートします。創業1982年、累計契約10万件を突破。おお、相談しやすい、驚きのマンション仲介、大倉屋住宅。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は大倉屋住宅の提供でお送りしました。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。バイク王でバイクを売った感想は？査定員が良かった。バイク王の査定スタッフの対応に10人中9人が満足。この査定額。さらにお電話の際、ラジオを聞いたと言って 126cc 以上のバイクを売ると1万円の商品券をプレゼント。0120-50-8190。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか。
CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。TBS ラジオ伊集院光とラジオと毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢玲さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は希少な産地限定の国産うなぎがお買い得、愛知県三河産の刻みうなぎを年に一度の特別増量企画でご紹介します、うん、外は香ばしく中はふっくら、食欲をそそる香りもたまらないうなぎのかば焼き。美味しいのはもちろんスタミナ食としてもおなじみですよね。でも希少な国産のうなぎは今や高嶺の花。そこで今日はうなぎの名店が軒を連ねる愛知県の三河で創業120年を誇る老舗うなぎ屋の一品をお買い得価格でご用意しました。仕入れから焼きまでを一貫して仕上げた伝統の味です。柔らかくて脂乗りも抜群ですよ。うな丼どうぞお召し上がりください。おーい、いただきます。いわゆる刻みうなぎ、刻んだ状態でご飯乗っかってんですけどね。いただきます。うん、あーうまい。美味しいですね。なんだろう、身はふっくら、はい、で、うん、香ばしい、はい、うん、口の中でとろける、うん、本当にね、幸せなお味ですよね。美味しいです。はい、日本有数の名産地愛知県三河産のうなぎをこちら熟練の職人が一尾一尾手でさばき、強火で両面を白焼きにしてから一度柔らかく蒸し上げます、うん、そして愛知県産のみりんとたまり醤油を使用した秘伝のタレを使い、タレ漬け4回、焼き5回と丹念に繰り返すことで外は香ばしく中はふっくらと焼き上がるんです。いや、なんか当たり前の話だけど、この秘伝のタレがこのうなぎにちょうどいいんだよね。ほんとにね、あの甘すぎずね、はい、うん、いや、とってもうまい。抜群のハーモニーですよね、うん、お召し上がり方はとっても簡単です。1食分ずつのパックなのでそのまま湯煎するだけです。最初から刻んであるのでうまきやうざくなどの料理にも便利ですし、ひつまぶし風やちらし寿司、お出汁をかけてうな茶漬けもおすすめですよ。どうぞお急須に入ったお出汁と薬味でいいかい、また、はい、違ったうな茶漬け、はい、いただきます。醤油わさびとね、はい、お出汁をかけます。きましてね、でその上からお出汁でございますね。はいはいはい、はい、うわ、はい、まんべんなくかけました。はい、でちょっとシャバシャバになったところを私いただきます。はい、うん。間違いない、ね、おいしい、うん、これはこれでね、さっぱりして二度楽しめる。おいしいです。いや、ほっとするなねえ、こんな楽しみ方。俺の場合はさっきのうな丼を止めるのが難しいけどねいやいやいや、でもおいしい。はい、お店で食べると結構すると思うんですけれども、うんうん、やはり気になるのはお値段ですよね、うん、産地限定三河産のうなぎでこれだけ手間をかけているとなるとお値段心配になりますが、お任せください。今回ちょっと形が崩れたなどで跳ね出されたうなぎをさらに刻みにすることでお買い得価格が実現しました。 50g 入りを6パック合計 300g のセットで税込み4990円なんですが、うんうん、今回は年に一度の特別増量企画です。きた、さらに3パック増量。多くね。多いんです。餌で3パックなの、ええ、はい、つまり9パック合計 450g でお値段据え置きの税込み4990円なんです。もちろんこだわりのタレと山椒も9パックお付けします、はい、そしてさらにお得なダブルセットもご用意しました。増量18パック合計 900g で単品合計価格9980円になるところ1000円お得な8980円、税込み8980円です。これうな丼にして18人前のボリュームですよ。すごいね。はい、産地限定三河産のうなぎが1人前およそ499円とお得です。賞味期間は冷凍で製造日から1年、まとめ買いもおすすめです。常備しておくと重宝しますよ。ただし数に限りがありますのでお申し込みはお早めに。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954
0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングでした。なんかお母さんの一人お昼とかに、頑張んなきゃだからいいですね、うなちゃいっちゃうみたいの、はい、良さそうだね。いいですね、いいですね、食べてほしい、うん、はい、美味しいものありがとうございます。ありがとうございました。この年になると保険料が心配で。それなら満80歳までお申し込みいただける財布に優しい医療保険はいかがですか。お手頃な保険料で日帰り入院から長引く入院まで保証する医療保険です。入院1日あたり最高1万円の保証が入院初日から最長60日まで、通算1095日を限度に給付金を受け取れます。入院中に手術を受けた場合は最大20万円の給付金も。また月々114円で先進医療に備える特約を追加できます。お手頃な保険料でここまで安心、財布に優しい医療保険。お申し込みは昭和15年にお生まれの満80歳までとなっています。お問い合わせは 0120-676-626 0120-676-626 FWD 富士生命まで。伊集院光とラジオと来週のメッセージテーマと。さあ、毎週木曜日この時間に来週のメッセージテーマを発表して、どうぞ思いついたやつ、どんどん送ってくださいということで、はい、伊藤楓アナウンサーから来週のメッセージテーマをお願いします。はい、お誕生日おめでたいやらやら実は私、あさってお誕生日。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。で、いて、なんか、お誕生日のノリが悪い人として有名で。あら、やだ。で、4年前も、はい、お誕生日のちょっと荒れなエピソードあったら送ってってやってるんですけど。なんでしょうね。すごい楽しくて幸せに囲まれたっていうやつよりも、はい、なんかよく、お母さん同士の付き合いで、はい、そんな仲良くない子が、お誕生会に来ちゃった感。こういう感じですよ。こういう感じの。なんかちょっと闇が。はい、ちょっとパーマ来てくれてるんで、パーマ、はい、なんかあるこのテーマで。よく、その誕生日のケーキを、うん、食べる前に、ハッピーバースデートゥーユーっていう、歌いますね、歌うじゃないですか。うん、うち音楽一家でして。あ、そうだね。はい。父が、声楽出身っていうのもあって、うまく歌えないと、やり直しさせられるっていう。あ、すげえな。ろうそく溶けちゃう。それこそよくあるさ、その、かえでちゃんっていうのか、伊藤さんっていうのかわかんなくてさ、はい、ディアの後、ぐちゃぐちゃってなるじゃん。みんなで、それで、ディア、うん、ガッチャンの、あんなのも絶対やり直しなの。そこも、うちの父、実は楽団で四季振ってるっていうのもあるんで、その、ハッピーバースデーの時も三拍子ちゃんと四季振るんですよ。ハッピーバースデートゥーユーみたいな感じで歌って、で、ディア行くとーって言った後に、ちょっと溜めて、ハッピーバーって行くんで、絶対揃うんですよ。四季があるからね。四季があるから。すげえなぁ。うわぁ。そら、うざい子に育つわ。ちょっと。うざい子ってやめてください。理由それですか？父の。なんかさ、そのケーキ落としちゃった思い出でも何でも、ここで笑いに変えてほしいんです。はい。なんかその、あるお誕生日のあれのやつ。おととしかな、大久保さんの誕生日やろうっつって、はいはい、急遽居酒屋さんで仕事が、彼女も早めに終わったんでやろうっつって、じゃあやっぱなんかケーキはこっちで用意しようかなっつってスーパー行ったんですけども、夜遅くて売ってなかったんでカステラがあったんで、あ、これでいいやって、これもいいからろうそくだけ買って刺して出そうっつってお店持ってって、箱開けたらちょうど5月なんですけど、大久保さん誕生日が母の日が近くって、カステラ出したらお母さんありがとうって書いてあって。あ、まあいいか、ろうそく立てちゃうなんつって、お店のお皿お借りして、お母さんありがとうっていう、カステラ出しておめでとうっつった年は、おととしかな、ありましたね。もう、それです、僕の欲しいやつ。僕の欲しいやつはもうそれなんですよ。母の日が近かったんで。なんかこう、微妙なプレゼントもらうもんだからさ、それは文句もないけどさ、微妙なプレゼントもらっちゃったりとか、はい、あとなんかお父さんにこれで絶対これだよって言ったら間違ったの来たりとか、うん、多分ね、あるだろうな。誕生日はね、親へのリクエストは多分ずれがちですからね。そうそうそう、だって世代
いが当たり前だけど違うから。そうですね。うちのお袋がさ、張り切っちゃってさ、パンの耳を揚げたやつをさ、その、振る舞うんだけどさ、子供心にさ、今だとありがたいけど、うん、子供とかそれじゃないじゃん。子供心に、お友達揃った時にパンの耳揚げたやつ、砂糖まぶしてね。日頃俺は好物だっつってるけど、違うじゃん。今日じゃない。今日は違う。あれは、オフィシャルのプロフィールには乗っけてないんだよっていう。お友達来た時のね、はい、おまんじゅういくつ食べるなんて、母ちゃんが普通のまんじゅうだと思ってみんな2個3個言ったらうち中華まん出てきた時が、そういう意味で3個って言ってねえけどみたいなことで、メッセージの宛先をお願いします。はい、はい、メールアドレスは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp 番組ホームページの投稿フォームやメール投稿アプリ伊集院光とラジオとスマホとからもお送りいただけます。またおはがきでもお待ちしています。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとメッセージの係までお願いします。はい、たくさんのメッセージお待ちしております、はい、以上伊集院光とラジオと来週のメッセージテーマとでした。ロピアは同じ商品ならより安く、ロピアは同じ価格ならより良いものを、楽しく感動できるスーパーロピア。法律事務所ホームワン。法律のこと難しい、知らずに損してないかな、それなら気軽に相談しよう、0120-316-279。 東京弁護士会所属法律事務所ホームワン。ここでサントリーからのお知らせです。日々の健康で数値が気になる方多いんじゃないでしょうか。特別お試しプレゼントもありますので、メモの用意をしながら聞いてくださいね。年齢を重ねるにつれ話題に上がるのは健康の話ばかり。やれどっちの方が数値が高いとか、やれ食生活が乱れてるとか、ちょっと走ってみたりしてもすぐ息が切れちゃって。でも皆さん、ひとしきり話したら満足してそこで終わっていませんか？その割には検診前になると妙に焦ってこってりした食事を減らしてみたり、急にウォーキングしてみたり、結局その場しのぎになっちゃってなんてありがちですよね。やっぱり健康には日々の取り組みが欠かせません。そのためには食生活の改善と適度な運動が大事。特に食べていますか？青魚。健康のためには積極的に食べたいところですが、毎日毎日というのはちょっと難しいというのが本音じゃないでしょうか。そこでおすすめしたいのが、手軽に青魚のサラサラ成分が取れるサントリーの健康食品 DHA&EPA プラスセサミン EX。 今日はそんなサントリーの DHA を抽選で500人に無料でお届けいたします。通常税込み5940円が無料、もちろん送料も無料。今月いっぱい1世帯1回限りです。これはチャンスですよ。お問い合わせはお電話で 0120-200-300 0120-200-300 サントリーまで。時刻は10時52分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの永峰幸アナウンサー、お願いします。はい。アメリカ大統領選挙で民主党のバイデン候補は、中西部の激戦州2つを相次いで制し、当選に必要な選挙人の過半数獲得に向け、残り6人となっています。バイデン氏は中西部ウィスコンシン州とミシガン州を制したことで、選挙人264人を獲得し、過半数の選挙人270人まであと6人に迫っています。大接戦で勝敗が判定できない西部ネバダ州、東部ペンシルベニア州、南部のジョージア州、ノースカロライナ州の4つの州のうち、1つでも勝利が確実になれば次の大統領に当選します。こうした中、トランプ大統領は4日、期日前投票の開票が進むにつれて、バイデン氏の得票数が伸びたことに納得がいかないようで、ツイッターで、
昨日の夜多くの州で私がリードしていたのに、リードが魔法のように消え始めたなどと主張しました。さらに先ほど、すでに大統領選挙自体に損害が与えられていると投稿し、期日前投票の開票が進められたことに強い不満を示しました。一方、アメリカメディアによると、首都ワシントンのホワイトハウス周辺で4日未明、女性1人と男性2人が刺される事件がありました。3人はトランプ大統領を支持する極右組織プラウドボーイズのメンバーを自称し、人種差別への反対を訴える BLM 運動の参加者に刺されたと主張しているということです。ただ警察は3人がメンバーかどうか確認できないとしています。アメリカは4日、地球温暖化対策のための国際的な枠組み、パリ協定から正式に離脱しました。トランプ政権が1年前に国連に離脱を通告していたもので、イギリスやフランスなど4カ国は4日、国連との共同声明で遺憾を表明しました。国際的な温暖化対策にとって大きな打撃となりますが、民主党のバイデン候補は、自身が大統領になれば協定に復帰する方針を示しています。香川県三豊市の養鶏場で病原性の高い鳥インフルエンザが発生したとして、政府は総理大臣官邸で関係閣僚会議を開き、加藤官房長官は万全な対応を取っていくと強調しました。香川県はこの養鶏場で飼育されている33万羽の処分を始めました。処分には10日ほどかかるとしています。もう一つ、全国知事会は定例の全国知事会議をオンラインで開き、自治体の新型コロナウイルス対策に充てる総額3兆円の臨時交付金の増額を求めるなどした国への緊急提言案を示しました。提言案は新型コロナ対策に関する臨時交付金増額のほか、新型コロナ特別措置法の改正や水際対策の強化も盛り込みました。ニュースでした。ニュースデスクの長峰幸アナウンサーでした。TBS アナウンサー赤荻歩みです。エンタメサタデー、ゲストはこのお二人。後ろシティ、アスワタユギです。金子学です。スタートダッシュコーヒーおじさんって言えばいいですか？あのネタは。それ今説明しても全く分からないと思う。ない言葉なんで、そんなのは。放送は11月7日土曜日朝5時5分から。時刻は10時56分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村真奈美さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和トンネルで10キロ、港北パーキングエリアから30分。中央道の上りは4号線の永福を先頭に5キロ、調布から30分。外環道は三郷方面へ向かう外回り、川口中央で事故の一報です。川口中央で5キロ、通過には25分。東北道の上りは川口ジャンクションで4キロ半、県央道は内回りの青梅インターの先、青梅トンネルで4キロ、いずれも通過には10分です。首都高速は中央環状線の内回り、扇大橋で事故です。5キロ半で平井大橋から30分、合流する6号線の下りにも渋滞が伸び、堀切ジャンクションで2キロです。一般道、神奈川の知って黒川道路は中原区の井田小学校入り口交差点でバスの事故です。片側交互通行のため井田小学校入り口で両方向とも1キロ半渋滞しています。警視庁から以上です。中村真奈美さんでした。この次は11時25分頃、全数生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。さあエンディングです。今日の山崎翔ですけども、はい、あの暖房便座初体験の話、はい、シューママさんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。さあそしてプレゼントのプレゼント、気仙沼大島旧カムラペアチケット、品川区にお住まいの松永亜希さん、埼玉県にお住まい、富士見野市にお住まいの有田隆弘さん、千葉市にお住まいの本庄聖子さん、おめでとうございます。
さあ、来週月曜日のゲスト、はい、来週月曜日11月9日のゲストはプロ陸上選手の末次慎吾さんです。はい、はい、まあ、スプリンター同士の会話という形に、うん、スプリンターだったんですか。はい、なると思うんですけどね、僕だいたい 100m は途中の中継所で水を飲みます。ゆっくりする、はい、さあ、はい、そして伊藤麻子さんの、はいはい、主演映画情報、ね、マジで。でももうすいません、もう東京国際映画祭で今鈴木さんっていう SF に分類されるんですけど、うん、まあ、要はある都市で、うん、45歳で独身だと、うん、徴兵制で連れてかれるか、その国を出ろ、その国を出ろっていうお話の、その主人公、よしこを演じさせていただきました。ノーメイクで。明日しかないの？もう明日なんですけど、明日は売り切れてる。逆によく台本に書いてくださったっていう、ありがとうございます。ただ、こんなことやってたよっていうご報告のコーナーでした。ということで、この時間のお相手は伊藤楓と伊藤麻子と伊集院光でした。ありがとうございました。喉に違和感があったら、喉直接潤う龍角散ダイレクト第3類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。